マキテストでございます。マキテストでございます。モーサントカズヤンイズナウリブ、ストリーミングザレジェンドオブヒーローズ、トレールズインザスカイ、シャープ14終章武術大会2日目から、英雄伝説空の奇跡フセボリューション、プスビータ。よし。よし。じゃあ、ぼちぼち始めましょう。ここはモッサンとジアンです。本日もよろしくお願いします。伝説、空の奇跡 FC エボリューション PS ビートもやっていきます。伝説6ですね。はい。で、前回は収章を始めて、前の地域かな？飛空艇乗ったら結局乗れなかったんですね。で、結局徒歩で行くことになりまして、で、徒歩で行って、まあ、着いて、会話とか、まあ、広い、最後の方向ですね。今まで一番広いところ。で、まあ、会話を済まして、今の時点で仕事は発生してない状態ですね。まあ、今日あたり発生するんじゃないかなと思うんですけど、どうでしょうね。で、まあ、武術大会、結局武術大会を参加するっていうことの流れになってますね。城に行ったら入れなくて、で、まあ、どうにか入るっていう術で、まあ、あれですね、優勝したら、まあ、入れるようになるだろうっていう、ことで、まあ、優勝しましょうってことでやっていきましょう。という感じですね。で、レベル上げとかは一切していません。いや、大丈夫かな ?28 なんで、ちょっと心配ですね。まあ、まあ、ね、まあ、最悪レベル上げしましょう。足りなかったら。いや、いけると思うんですけどね。1000ぐらい。1000ぐらい。決勝とかはちょっと苦戦するかもしんないけど。じゃあ、まあ、そういう感じでやっていきましょうか。いきなり決勝にならないと思うんですよね。3日間があるとかそういう流れだった気がするんで。じゃあ参戦しましょう。まあちょっと会話そうか。会話しようと思ったんですけど、まあいいか。いや、いいっすね。そもそも、あれっすね。まず仕事も発生してないんで。まあね、本来は会話するんですけどね。ガラッと会話変わってるんで早く。カフェになって早くもガラッと会話変わっています。よう、おはようさん。まあ、ジン選手、どうもおはようございます。今日の試合は正午からですけど、どうなさったんですか？メンツが揃ったんで、選手登録をしておきたいんだ。お願いできるかい？まあ、おめでとうございます。お一人で戦っていると聞いて、大変そうだと思っていたんです。あら、あなた方は昨日の。こんにちは。今日は、ジンさんのお手伝いで試合に参加することになりまして。そうだったんですか。それでは、こちらの書類に必要事項をご記入ください。よく覚えてるな。エステリオ社オリビアへ選手登録の書類に必要事項を記入した。このお客さんいると思うんですけど。まあ、そちらのお二人は遊撃士協会の方だったんですね。それと、そちらの方のプロフィールは、漂白の詩人にして、不正室の天才演奏家、愛と平和の使者にして、ただいま恋人熱烈募集中。しっかりボイス付きで喋られるっていう。いや、照れちゃうな。ついてはどうだろう。試合が終わったら飲みにでも。
ああ、はいはい。このアホのことは放っておいて。登録の方、よろしくお願いします。はい。それでは、本戦での選手登録を完了しました。チーム代表者のジン選手以下、エステル選手、ヨシュア選手、オリビエ選手の4人になります。以後欠員が出たとしても交代できないのでご了承ください。おう、結構だ。いよいよって感じね。そういえば、今日の試合の相手ってもう決まっているの？すでに組み合わせは決まっていますが、賭博行為の防止のため、試合直前まで知らされないことになっているんです。どちらの控室に案内されるかで、相手チームは絞れると思いますが。なるほど。反対側の控室にいるチームのいずれかと対戦するわけですね。あ、はい。セーブデータ分けて会話に関しては、録画配信でやってもいいかもしれない。そういうことですわ。それでは選手の皆さんに、こちらの品をお渡ししておきます。選手登録カードを受け取った。それを受付係に提示すれば、そのまま競技場内に入れます。それでは皆さん、ご健闘をお祈りしていますわ。うん。OK。じゃあ、セーブしとくんですけど。セーブ開けとく。その登録カードは本戦に出場される方々ですね。一度中に入ったら試合終了まで競技場から出ないようお願いしているのですが、準備の方はよろしいでしょうか？準備はできている。かしこまりました。皆さんの控室はホールに入って右手にある青の組の控室です。それでは健闘を祈ります。今日は右手にある部屋が控え室になってると。反対側入れなくなっていった。いや、でも、ギルドの4人組がいる可能性はありますけど。エステル、部屋が違わない？ダメか。僕たちの控え室は、対戦相手。向かって右手にある部屋だったはずだよ。あ、そうだったわね。まあ、いっか。行きますよ、じゃあ。右手の青の組ですから、こちらの控室でいいんですよね？ああ、間違いないはずだぜ。それじゃあ試合までくつろがせてもらうとしようか。あんたはどんな時でもくつろぎまくってるでしょうが。ずいぶん余裕そうじゃねえか。お、レイブンかな、この声は。ああ、でしょうね。あんたたちは妙なところで会うもんだぜ。ここで会ったら100年目ってか。誰だったっけ？ルーアンを占めていたレイブンだっつーの。忘れたとは言わせねえぞ。冗談よ冗談。昨日あんたたちの仲間が予選で戦ってるのは見たから、オートに来てたのは知ってたわ。それで今日は証拠りもなく私たちに因縁つけに来たの？あ、何よ、気持ち悪いわね。もしかしてあなたたちも本戦に出場するんですか？目的があって出場してるんでしょ。こら、何驚いた顔してやがる。俺たちちゃんと予選に勝ってここまで上がってきたんだよね。途中参加のてめえらにでかい面される覚えはねえんだよ。へえ、すごいじゃない。あんたたちみたいな素人がよく勝ち抜くことができたわね。よっぽど特訓したんじゃないの？え、なんだこのアマ。ただのチンピラと思ってたけど結構根性あるじゃないの。うんうん、ちょっと見直したわ。いやま、丸め込まれてんじゃねえ。とにかくお前らには散々コケにされた。この機会にきっちりと
落とし前をつけさせてもらうぜ。望むところよ。ところであんたたちもこっちの控室なわけ？いや、反対側の方だけどよ。だったら早速今日の試合でぶつかる可能性があるわけね。そうなったらお互い正々堂々と戦いましょう。ん？あれ？おい、行くか。ああ、なんか調子が狂っちまったぜ。試合の前に飯でも食え。何よ、失礼しちゃうわね。ねえ、私なんか変なこと言った？いや、ちっとも。やっぱりすごいな、君は。え？まあ気にするなって。自分の良さに無頓着なところがエステル君らしさなのだろうね。なんかバカにされてる気がするんですけど。そんなことないってば。じゃあ控室に入って試合が始まるのを待とうか。すぐ始まるのかな。あ、これ別の試合も多分流れる感じですか。出た、公爵。毎回来んのかよ。暇なんだよ。そろそろ始まるわね。どうしよう。すごくドキドキしてきちゃった。落ち着きなよ、エステル。順番が来たら呼ばれるから、それまでおとなしく待ってよ。そうは言っても、なんだか落ち着かないよ。あ、いるじゃん、4人組。これ全員に会話すりゃいいのかな。今回出場辞退したモルガン将軍の準備も、分も頑張らなければ。本来モルガン将軍も出る予定だったんだ。邪魔しないで今推進統一してるんだ。この美術隊が他の部隊や君たち遊撃士の腕前を知ることもできる。俺にとっては腕、とてもいい刺激になるよ。国境守備隊は精鋭ドロイドだ。誰が相手より安らく負けるわけにいかんよ。俺たちの出番もあるか。相手が誰だろうと全力でぶち当たるのみだぜ。やるしかない。日頃の演習の成果を試すのにいい機会だぜ。お前たちは遊撃士か。うん、若いのになかなか腕前のようだ。今日は互いに頑張ろうではないか。注意さん。注意さんで、こっちは、こっちも注意さんか。うん。この高揚感、オペラが始まる時と似てるね。さあ、もっと僕を。激しく酔わせてくれたまえ。いや、オリビエ役に立つかな。こうしてみるとどのチームもなかなか手強そうだ。遠隔だが結構役に立つんですね。わざわざリベールに来た甲斐があったってもんだぜ。落ち着かないんだったら他のチームの選手と話して気を紛らわせるといいかもね。この控室にいるチームとは今日は対戦しないわけだし。だね。いや、どうした？ちょっと落ち着かなくって。緊張している時というのは呼吸が浅く短くなっているんだ。深くゆっくりとした呼吸を繰り返すと緊張がほぐれるぞ。なるほど、深くゆっくりね。確かに落ち着いたかも。ありがとう、クルツさん。さすがヒーラーのクルツさん。どういたしまして。このメンツでヒーラーをやってるから、ね、いやー、エステル。どう見てもカルナさんあたりがヒーラーをやるっていうあれですけど。同じ控室ってことは私たちの対戦はお預けってことだね。ちょっと残念だよ。うん、楽しみがちょっと先に伸びたって感じかな。言うじゃないか。よう、ちゃんと大会に参加できたようだな。うん、おかげさまで。お前たちの腕前、とくと見せてもらうぜ。ま、互いに頑張ろうや。やあ、新人くん。あ、アネラスさん。ジンさんのチームに登録できたみたいだね。君たちの試合を楽しみにしてるよ。皆様、大変長らくお待たせしました。よし。これより、武術大会本戦を始めます。
速栄えある第1試合のカードを発表することにしましょう。南闇青の組、遊撃士協会グランセル支部、クルツ選手以下4名のチーム、北赤の組、王国軍突撃騎兵隊所属、ジード注意以下4名のチーム。ジード注意。よし、出番だな。突撃騎兵隊といやかなりの猛者揃いのはずだぜ。相手にとって不足はねえ、うん、カルナさんたち頑張ってね。やっぱりやるんですね。ああ、任せておきな。それじゃ行ってくるね。まさか、これより武術大会本戦第1試合を行います。両チーム開始位置についてください。双方構え、勝負始め。せい、やっ、やっぱり注意を先に落とした方がやりやすいのかな。300、132。はせい、つえな。ああいう魔法覚えてればいいんですよね。気合を入れな。私は完全なる脳筋パーティー。ああ、これいい勉強になりますね。ちゃんとバフをかけて無限のことし攻めてます。本来こういうやり方やれば、まあ、スムーズに戦闘が進みそうです。やっ、うん、バッチリ。だ、格影とのやり勝負あり。青の組クルツチームの勝ち。やった、カルナさんたちの勝ちだわ。さすがはリベールの遊撃士ってとこか。揃いも揃って大した腕前だぜ。確かに人数こそ少ないが、それぞれが一騎当選のようだね。もし試合で当たったら、かなり苦戦させられそうですね。先輩たち、ナイスファイト。よう、いい勝負だったぜ。不動の陣にそう言ってもらえるとは光栄だ。さすがに、予選と違ってほとんど余裕はなかったけどな。続きまして、第2試合のカードを発表させていただきます。南闇青の組、カルバード共和国出身、ね、武術家ジージー以下4名のチーム、北赤の組レイブンだ、来た、ね、チームレイブン所属、レイブン会2選手以下4名のチーム。私たちの番だわ。しかも相手はあの人たちか。優雅さに欠ける相手だが、なかなか面白い試合になりそうだ。よし、アリーナに出るぞ。まあ兵士とはやらせないっていう感じか。シエット、やっぱり会話変わってるね。ここから応援してるぜ。一発決めてきな。はぁ、あ、いい汗かいたなぁ。帰ったら冷たいアイスクリームが食べたいよ。新人くんたちも頑張ってね。いよいよあんたたちの番だね。精一杯頑張ってくるんだよ。平常心を保てば君たちならきっと大丈夫だ。どんな試合を見せてくれるのか楽しみにしているよ。行きましょう。
くリベンジの機会とはな。たまには女神も粋なことをするもんだよな。この前の事件で力不足を思い知った俺たちは死に物狂いで特訓した。その成果を見せてやるよ。その息はよし、私たちも手加減抜きで思いっきり行かせてもらうわ。うん、エステル君とはいつになく生き生きしてるね。男らしいというか、なんというか。エステルに聞かれたらまた叩かれますよ。さて、そろそろ時間だな。これより武術大会本戦第2試合を行います。両チーム開始位置についてください。双方構え、勝負始め。うん、本戦第2試合なんで一列どれ僕の番だね。どうしよっか。いや、CP 溜まってねえのか。いや、めんどくさいっすね。はっ、しかもヒットポイントめちゃくちゃ高えじゃねえか。おい、本気出しやがれ、こら。行くとしようか。クラフト。救援と単体か。これはどうかな？それ私の番ね。で、ここをどうするかっすな。こ使えんじゃん。使えるもん。じゃあ、直線が一番当たるかな。こうして。そこ！で、一番減ってるやつを、こうですか。これで決める！もうちょい削ってからも良かったです。だいたいどれが良いか分かる。殴るしかねえな。こいつ狙っていこうか。ふい。いや。あれ。誰てんじゃねえっての。ジンと俺よりも回復できるようにしといた方がいいっすよ。やりやすそうっす。おぼろでいっかな。ちょっとおぼろじゃねえ。曲がんか。うわぁ！いや、リレーがすげえ役に立ちます。単体なんで、どれが一番いいんでしょうね。STR とか上がるな、この辺が。あ、でもこれあれか。単純バフだ。じゃあ、これでいっか。ほぉー、せぇー、レジスト。僕の番だね。マジかよ。これはどうかな？それ抜いてんじゃねえっての。俺の番だな。はっ、行くよ。いや、結構食らうね。うわー、僕の番だね。これはどうかな？それ！俺の番だな。とりあえず一体くら…あ、いっか、やっちゃおうか。うぅぅぅ、いいっすね、5ターンはありがたいっす。慣れてんじゃねえ、俺。カエクもすんのか。いや、鬱陶しいっすね。せめてがね、倒せねえな。はい。いくよ。手抜いてんじゃねえっての。カエク。あ、これバッカ。いくよ。
うわー、僕の番だね。これはどうかな。それオッケー、行った行った、行ってて、て俺の番だな。時点はこいつか。いや、いいっすね。通常攻撃でも300当たるようになって。それは言ってんじゃねえよ。おっと、麻痺してきやがった。うわ、鬱陶しいな。いい気になるんじゃねえぞ。僕の番だね。まあ、行ったんなら行くわ。くそ、もう絶影しかできねえじゃねえか。遅い。行くぞ。で、アーツだけできる。あ、すげえ。ちょっと待って。50、60。あ、いいの覚えてんじゃん。ちょっとな。ほー。行くとしようか。これは避けられまい。そこ。本気出せや、オラ。本気出せや、オラ。で、これでジンの圧。せい。あ、いい。チェックショー。行くよ。そうそう、 CP 温存に入ってもいい気がする。遅い。おい、目覚ませ、こら。うわー、ちょっと待って。うわー、蘇生あんの。いや、うぜえ。いやー、蘇生はちょっと想定してなかったっす。いやー、こいつ先倒さないとダメなのか。逃がさん。行くぞ。いや、いや、今のはひでえなー、マジでよ。ほー、せー。オッケー、いいね。ダメって言っちゃダメよ。そしてあいつが回復するんです、ね。おれ、行くよ。遅い。任せて。はあ。だれてちゃダメよ。行くぞ。はっ。僕の番だね。これはどうかな。それ行くよ。遅い。くそが。次は回復してくる親玉を狙ってっとく。死んでる場合じゃないよ。ダメだ、ダメだ、蘇生してくんだ。いや、うぜえなこれ。ふぅ、回帰しましょうか。アーツ駆動。はっ。
いや、蘇生全回復は半速すぎだろ。アメリカじゃしょうがねえから。そこ行くよ。平均的に削って、最後に打ち切るか、行きましょうか。だれてんじゃねえ、俺手抜いちゃいよ。もう回復しかしてねえじゃねえ。俺の番だな。僕の番だね。はっ、私の番ね。はっ、うらだれてんじゃねえ、おら。要はこの赤いのとこいつがヒーラーってことでいいの？僕の番だね。これはどうかな？それ！だれてんじゃねえ、俺！俺の番だな。せい！行くよ。うわあ！行くよ。一気に殲滅する。これで終わりだ。いや、深い気になるな。ヒーローだ。アーチ、駆動、やっ！行くとしようか。これはどうかな？それ！でけえよ、この2体を狙ってきた。行くぞ。実殺はできたやつ。負けたくねえ。僕の番だね。捕らえた。さあ、俺チキリアタック。うわぁ、即死だ。もうマジかよ。いや、即死あんのかよ。ふざけやがって。セラス。アーツ、駆動。はっ、うん、俺の番だな。気になるんじゃないよ。くらー。話しとけば。僕の番だね。捕らえた。あ、オッケー。これでいきなり速回復しないし、ね。しょうがない。あ、オッケー。よけた。行くとしようか。もう殴るしかないんで、殴る。そこ。この2体を殴れれば OK。 はぁーい、くそが、行くぞ。できればこいつを倒したい。あー、助かった。うざけんなよ。あー、よかった。あぶねえ。ふぅ、もう倒しちゃいましょう。こっち先っすね。チッ！はっ！いけ、俺の番だな。でも、
さんはこれで倒せばいいっすね。一箇所。せえ。行くとしようか。私の番ね。あー、とりゃー。いやー、かったいね。僕の番だね。総連撃。せっ、はい、オッケー。よし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 、倒した。戦闘終了。先に進もう。勝負あり。青の組、陣チームの勝ち。やっぱり負けちまったか。きついっす。くそ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 。まあまあ、そう気を落とさないでよ。正直驚いたわ。まともに強くなってるから。僕も同感です。バレンヌ灯台で戦った時よりもはるかに手強く感じました。そうか。あの時のことは何も覚えてないんだけどね。なんだか知らんが、お互い全力を出したんだ。胸を張って控室に戻るとしようや。あのチンピラどもがあそこまで検討するとはね。そっか、パルノさんは作ったのですか。人間変われば変わるもんだ。勝負は見えていたが、なかなかいい試合だったぜ。ルーアンだ。ありがとう。まあ、彼らが心を入れ替えたのも、すべては僕の人徳の賜物でね。何言ってんの。へえ、そうなんだ。事情を知らない人相手に何でたらめ言ってるのよ。そう、関わってきてねえじゃねえか。ていうか、あんた、あの連中と面識はないでしょ。恋に落ちるのは一瞬、加速するのは無限大だからね。意味不明すぎますね。続きまして、第3試合のカードを発表させていただきます。南、青の組、王国軍、空挺師団第3連隊、ライエル中尉以下4名のチーム。ライエル中尉。よし、俺たちの出番だな。決まっていくぞ。野郎ども。絶対この世にはやられる系のモブです。あいあいたやられる系モブもちゃんとやるんだ。もう誰でしょうね。空賊団、カップは一家所属。ドルン選手、以下4名のチーム。あれ、もう出してもらったんだ、カップは一家。カップは一家って。おやおや、どこかで聞いた名前だね。オリビエの名刺キャンプ。本当に出てきやがった。事情を説明させていただきます。ご存知の方も多いと思いますが、彼らはボース地方を騒がせた空賊団、カップア一家の者たちです。うん、正々堂々と戦うことで、この武術大会を盛り上げたい。そっか、もう改心してるから、もう普通のあれです、普通の一家。そうすることで、ね、迷惑をかけた王国市民に償いたい。もともとあのなんか操られてたんです。洗脳されてたような感じです。その一心で、ね、今回の武術大会への参加を強く希望したそうです。服役中の態度が真面目であったため、主催者である公爵閣下の計らいで、ね、今回の出場が実現した次第であります。やるじゃん公爵。皆様どうかご了承ください。ちゃんと仕事してますね公爵閣下。団体戦へのルール変更に掟破りの犯罪者の参加か。もはや何でもありって感じだな。随分太っ腹な公爵殿だね。笑い事じゃないってば。さすがにこれは無理があると思いますけど。公爵、皆様静粛に。これより武術大会本戦第3試合を行います。両チーム開始位置についてください。ああ、じゃあこれはカップ一家勝ちそうっすね。これは勝ちそうっすね。双方構え。勝負始め。せい。
逃がさないよ。当たれ。これでも食らえ。そうや。さてと、逃がさないよ。当たれ。あれ負けてる。こいつでどうだ。ちょっと待って、まさかの、まさかの。お、分かってます。お、いいねいいね。逃がさないよ。そこ。若干一家は強いですね。オーバルボン。うん、倒した。ま、こんなもんか。勝負あり。赤の組、ドルンチームの勝ち。はあ、あいつら勝っちゃったわ。彼らの実力からしたら当然の結果かもしれないね。普通に一家とぶつかる可能性あるんだから。でも万が一優勝したりしたらどうするつもりなんだろう。空賊を城の晩餐会にご招待か。さぞかし面白い見物だろうね。そんなことが実現する前に私たちが食い止めるわよ。いずれにせよ手強い相手がもう一組現れたってことだな。あと一組あるんで、そこが気になります。犯罪者に遅れを取るとは。まあ、早期を落とすなよ。奴らは集団戦に慣れている。その差が出ただけさ。いや、俺たちの力不足の問題だ。舞台に戻ったら、練習量を増やさねえとな。続きまして、第4試合のカードを発表させていただきます。気になりますね。南、青の組。国境警備隊第7連隊所属ベルイ中尉以下4名のチーム。いやすごい、あんたたちの出番だな。この演出やってくんだ。残る相手は連中だろうから絶対に負けるんじゃないぜ。カットしてもいいぐらいです、ね、分かってる。正規軍魂を見せてやるさ。行くぞみんな。イエッソー。北赤の組王国軍情報部特務部隊所属。おっと、来たね、ロランス将尉以下4名のチーム。あいつらだわ。敵側か。ロランス将尉。はいはい。ひょっとしてあの時は。はい。前のところのあれかいたやつです。これより武術大会、本戦第4試合を行います。両チーム、開始位置についてください。あ、違う、こいつらか。構え。ああ、はいはいはい、なるほどね。はいはい。ああ、こいつら強いっすね。勝負始め。そっか、ロランスとアガスとハガットとなんか対峙してるんですよね。450強いっすね。いやー、待って、まさかこいつら戦うことになるのかなってことは。いやー、強いぞ。まあ、脳筋種族なんで、しっかり多分回復とかしていけば倒せるのかな。いや、強え、800とか当ててるわ。イベントバトルとはいえ、この反則ですよね。全員攻撃。なんで体調だけ残してたんだよ。その程度か。勝負あり。赤の組、ロランスチームの勝ち。な、何あれ、圧倒的じゃないの。やるね、あのチーム。予選は3人で戦っていたから一人加わるとは思っていたが、あんなエースを用意してたのか。僕やエステル君たちと同じく本戦からの出場者ということだね。あの赤いのが本戦から来たと。
とんだ隠し玉もあったものだ。今の立ち筋は、ヨシは知ってるのか。ヨシはどうしたの。まさか。でもヨシは、ヨシはってば。あ、大丈夫、なんでもないよ。見事な立ち筋だったからちょっと見とれちゃって。そうなの。さすがヨシア君、感受性が豊かで結構なことだ。ただいまの試合をもちまして武術大会本戦1日目を終了します。2日目に勝ち進んだのはクルツチーム、ドルンチーム、ジンチーム、ロランスチームの4組。彼らの健闘に期待しましょう。この辺が後々シナリオに影響しそうっすよね。ヨシア賞金2万ミラ。あ、すげえくれた。あー、これで装備変えってことなんだ。とはいえ、一人分しか変えねえけどね。さてと、無事2回戦に勝ち進めたな。どこと当たるかはわからんが、明日もこの調子で行くとしよう。もちのろんよ。でも実際、残ったのは強敵ばっかりなのよね。ギルドの先輩たちに、空賊ども。それに、情報部のあの連中か。そうだね。気を引き締めてかからないと。なに、心配することはない。恋のパワーはノンストップ。どんな障害もブレイクスルーだよ。だからわけわからないってば。今日はお互い英気を養って明日に備えることにしようぜ。俺は酒場に行くが、お前さんたちはどうする。僕は喜んでお付き合いさせてもらうよ。お前らまた飲むのかよ。毎日飲んでるじゃん。僕たちは一旦ギルドに報告に行った方がいいかもね。依頼についての情報が入っているかもしれないし。あ、そうね。ごめん、ジンさん。私たちはパスしておくわ。だったら、今日はここでお別れだな。また明日の朝、ホテルで待ち合わせと行こう。オンルボワール。愛しいプシキャットちゃんたち。さてと、私たちもギルドに行こっか。うん。それと、どこかで情報を集めたいな。うん、え？何ぼーっと突っ立ってやがるんだ。レイブ。あんたたち、今日はお疲れ様だったわね。ふん、いい気になってんじゃねえぞ。今回は時間がなかったから、満足に鍛えてなかっただけだ。次に戦った時は、絶対に勝つ。まだやるのかよ。いいわよ、また機会があったらいつでも手合わせしてあげるわ。ちょっとエステル、安請け合いしてもいいのかい。まあまあいいじゃない。修行に精を出してたら悪さしてる暇もないだろうし。ふん、まったくのんきなガキどもだぜ。そんなてめえらにこいつをくれてやら。優しい。何くれ。地下水路の鍵 A を受けてた。なんだこれ。地下水路行くことになるの。これ。随分年代物の鍵ですね。西外区の方にある格子扉を開くための鍵だ。でかい地下水路に通じている。俺たちたまたま鍵を手に入れて毎日そこを探検してたんだよな。ああ、こっから城に繋がってる可能性があるの。手強い魔獣が徘徊してるから結構いい修行になってさ。レベル上げもできる。はいはい。それって。勘違いするなよ。俺たちに勝ったお前たちに簡単に負けられると困るんだよ。いいか、絶対に優勝だ。もう負けたらやらざるを得ないですね、こういうところ。それ以外は許さねえからな。寄ってって宝の回収とかもしたいんだ。そんじゃ、まったな。男女になってるとですね。今のってもしかして、うん、励ましてくれたみたいだね。試合に備えて、その地下水路で鍛えておけってことじゃないかな。やっぱそうよね。本当に心を入れ替えたのかしら。君の太っ腹なところが気に入ったんじゃないかな。エステルって意外と親分肌が合ってるのかもね。太っ腹、親分肌。あんまり嬉しくない表現ね。まあいいわ。ありがたく好意は受け取っておきましょう。でも今日はもう遅いから地下に降りるのはやめておこう。 やるときは4人いるとき。明日の朝試合の前に腕試しするのがいいだろうね。うん、
了解。それじゃあギルドに行ってエルナンさんに報告しましょう。まあ、カイアも多分ガラッと変わってるでしょうね。いや、すごい。だから毎日夜と朝で多分あれですね、会話変わってるってことですよね。このクソ広い街のね。いや、とりあえずセーブデータだけ分けておきましょうか。ここでいいっすね。話を、ちょっと待って、ここはどう？ない。やあ、エステルさん、ヨシアさん、初戦突破、おめでとうございます。どうもどうも。って、エルナンさん、もう結果を知ってたんだ。先ほど、クルツさんたちが教えてくれましたからね。それで、どうです？手応えのほどは。そうですね、先輩たちもそうですけど、強敵ばかりが勝ち残った感じです。空賊と特務兵のチームについて説明した。なるほど。空賊たちが出場を許可されたのは聞いていましたが、特務部隊の隊長がそこまで凄腕とは思いませんでした。ただの隊員も手強いけど、あの隊長は完全に別格だったわ。体験を片手で操る旅力と豹みたいにしなやかな身のこなし、得体の知れない奴だとは思ったけど、あそこまで強いとは思わなかった。そうだね。あの、エルナンさん、ロランス少尉の経歴について、何かわかることはありませんか？残念ながら、現状ではわかりませんね。情報部は、新設部隊だけあって、リシャール大佐が立ち上げの際に、各方面から引き抜いたそうです。彼も、その一人だとは思いますが。そうですか。ねえヨシュア、ずいぶんあの赤いやつにこだわってるみたいね。何か気になることでもあるの？いや、明らかにただものじゃないからね。試合で当たる可能性もあるから、詳しい戦力を知っておきたいんだ。そっか、なるほどね。そういえば、その勝利ではありませんが。いや、知りっこあれっすね。隠すの。さすがっす。今日の昼頃、軍用警備艇が王都の発着場に到着したそうです。降りてきたのは、大佐の副官のカノーネ大尉だったそうですよ。あ、いや、あのピンクの髪の人ですね。それは気になる情報ですね。カノーネ大尉って言うと、あの陰険そうなメギツネか。ティータをネタにして博士を脅迫してた嫌なやつ。何でも五大都市を一通り回ってきたそうですよ。強引に発着場に着陸させるので定期船の運行スケジュールが随分遅れてしまったそうです。まったくろくなことしないわね。五大都市を一回りですか。博士たちを捜索するにしては少し大げさすぎる気がしますね。今各地の支部で探ってもらっている最中です。何か分かったら連絡しましょう。あなたたちはこのまま武術大会に専念してください。うん、そうするわ。それでは失礼します。カノーネ大尉のあなたたちは。グーとかいないっす。いや、いるんだ。いや、あんたたちかい。まずは初戦突破、おめでとう。あんなところでレイブンの連中とやり合うなんて思ってなかったんじゃないかい？まあね、びっくりしちゃったわ。でも、あれからあいつらも随分と変わったみたいね。そうだね。このまま先輩のアガットさんみたいに遊撃士になったりして。いえ、あんなのは一人で十分すぎだってば。奴らも頑張ったけど、正直私が驚いたのはあんたたちの方さ。ルーアン支部を通して活躍ぶりを聞いちゃいたが、どうやら想像以上に腕を上げたね。そうかな。カルナさんに褒められるとなんだか照れちゃうわね。
私はあんたたちとも戦えるのを楽しみにしてるよ。うん、私も。その時はよろしくお願いします。よう、今日はお疲れさん。明日はお前さんたちも含めてどこと当たっても強豪ばかりだな。腕が鳴るってもんだぜ。明日は腕が…エステル、ヨシュア4人いるかな。いないね。いや、これ残りの2人はあれですかね、酒でも飲んでるタイプですかね。一応酒場と、あとあれですね、本が入荷されてないか、一応その辺はチェックしておきましょうか。本っていうか、リベーネ通信、実際の本探しはちょっとだれそうなんで。マップ見ていこうか。これですね。ああ、まあでも、リベーネ通信のとこぐらい行っときたい気もする。ピンポイントで行くのあれですね。もう全部買ったはずなんで大丈夫。ああ、エステル、ヨシュア、どうした？お前たちも飲んでっか？あたしたち未成年だってば。あなたは俺の酒が飲めないだと？口悪い。すっかり出来上がっちゃってるみたいだね。夜は始まったばかりだ。どんどん行こうじゃないか。こやつは。オリビエって体は細いのにどこにあんなに入るんだろう。食は心を潤し命を作る。セリフ全然違うし。いや、料理人というのも偉大な存在だね。どうした、お前たちも飲んでくか。アラチさんってここ道具屋じゃねえのか。道具屋、ガチの道具屋ってどこにあるんだ。こっちなのか。あ、あったあったあった。そこに行こう。あれ、ここも喫茶店だった気がする。そうっすよね。あれガチの道具屋ってどこにあんの。通信やってこっか。しれっといる可能性がありますか。ほら、来た来た。来たの、ナイアラさんが帰ってきた。しれっと帰ってきてますね。もう上にいんのかな。しかも取材しようとしてますね、しれっと。あれ、いないってことは、どっかですれ違うんですかね。軽くは見てた方が、やっぱシナリオ的には楽しめるか。うん、まあ、録画配信でこの辺の会話、しれっと全部見ときますけど。セーブデータ分けてるし。これ何や、教会か。教会か。いいや。よし。そっか。ってことで、東か。東のあの、マーケットのとこっすよね。マーケットのところに、道具屋がある感じ。で、宿屋泊まれば、次の日になるっていうことですね。ここっすか。まあ、ああいうのが好きそうですね。あ、紅茶屋か。素材っす。どこだ。
もう一点もあるのかな。あれちょっとこれ違うな。装備じゃねえかよ。あれ道具屋がねえぞ。あれこっちかな。こっちか。本がある。あ、ハッカーはあるな。なんだ、この辺がしれっと更新される可能性があります。よし。まあいいや。じゃあ、宿屋に来て、次の日にしちゃいましょうか。で、次の日で、地下水路ですね。地下水路に行って行きましょう。あ、ちょっと待って、いたわ、こんなとこ。いや、結構バラでいますね。こういうとこやっぱり楽しめそうですね。今日の朝、仕事でエルベリ宮の近くまで行ったんだけどさ、遊撃士だと分かった途端、軍の連中に絡まれて大変だったの。ボイスがついてます。テロリストが遊撃士のふりをしているせいで、とんだくばっちりだよね。ちょっとクルスさんが見当たらねえけど、まあいいや。はい。やっと帰ってきやがったか。ないやつ。あんまり待たすんじゃねえってやっぱり待機してやがったよ、この野郎。この声。お久しぶりです、ナイアルさん。ナイアル。うわぁ、ナイアルだ。何よ、私たちをわざわざ訪ねてきてくれたの。ロシエは来てないんですかね。おう、わざわざ訪ねてきてやったのや。武術大会の取材をしてたやつが、少年少女の出場者の話をしててな。詳しく聞いてみりゃ、どう考えてもお前たちじゃねえか。こりゃオートに来てるってんで、ホテルで待ち伏せしてたわけさ。はぁ、あ、相変わらず鼻が利くわね。訪ねてきてくれたのは嬉しいんですけど、ナイアルさんのことだから、用があって来たんですよね。ああ、またネタ探しね。かぁ、なんと嘆かわしい。利害損得抜きに友情を温めようというお兄さんの真心が伝わらんかね。いや、まず利害だらけですね。嘘くさ。それにお兄さんというには年が離れすぎてるような気も。まい、黙りやがれ。そういうわけで早速食事に出かけるぞ。また唐突ですね。別にいいけど、当然おごってくれるのよね。よし、まあいいだろう。編集部の近くに行きつけの店があったら。この顔で20代じゃん。そこで飯を食うとしよう。こう若いんですね。俺の2分の1ぐらいの年齢です。へえ、雰囲気のいい店ね。酒場というよりは喫茶店って感じだけど。この匂いはコーヒーですね。ここのマスターが道楽でやってる店でな、サイフォンで入れる一杯は絶品としか言いようがねえ。あとは、本場のスパイスを使ったライスカレーがおすすめだな。ま、食事とコーヒーは後で適当に頼んでおくとして。ちょっと待った！私たち、試合で体を動かして、めちゃめちゃお腹空いてるのよね。まずは、夕食をご馳走になってもいいですか？じゃん。可愛くないガキどもだぜ。こうなったら好きなだけおかわりしやがれ。それでスクープが取れるなら十分元は取れるからな。やっぱりそれが狙いか。そういえばドロシーさんは今日は一緒じゃないんですか。ああ、奴にはちょいと別の仕事を頼んでいたな。まあいい、とっとと中に入るぞ。けど、すっごく美味しかった。とろっとしたヒレ肉とホクホクしたジャガイモが何とも言えずマッチしてて。食後のコーヒーがまた絶品ですね。サイフォンで美味しく入れるのは難しいって聞きましたけど。たく、人のミラだと思ってバカスカ食いやがって。記者の発球を何だと思ってやがる。まあまあ、とりあえずごちそうさまでした。それでやっぱりネタに困ってるわけ？ネタなら腐るほどあるさ。だが、親衛隊のテロ事件だの、
アリシア女王の憲法不調だの信憑性の乏しい情報ばかりでな、はっきり言っちまえば軍のフィルターを通してない生で新鮮な情報が欲しいのさ。ドロシーからサイスでの誘拐事件について少し聞いたが、担当直入に聞くぞ。リシャール大佐の尻尾をお前たちどこまで掴んでいる？知ってる。なんていうか、本当直球ね。そう質問してくるということは、ある程度予測できているみたいですね。やっぱり大佐は黒か。うちの雑誌でインタビューして人気が出ちまった手前、認めたくはなかったが、反逆者一歩手前ってとこか。現時点で女王陛下に対する反逆を企んでいるのかどうかは分かりません。ただリュナン公爵を傀儡にして何かを企んでいるのは確かでしょうね。リュナン公爵か。陛下が不調なのをいいことにグランセル城の主人気取りで好き放題やってるみたいだな。不思議なのは軍のお偉方がどうして動かないってことか。それはね。ねえヨシュア、話しちゃってもいいかな？そうだね。僕たちとしてもできるだけ情報は欲しいところだ。ナイアルさんだったら協力してもらってもいいと思う。おい、なんだよ、そんなにいいネタを持ってんのか。あらかじめ言っておきますけど、今から話すことは記事にしたくてもできないような内容だと思います。心の準備しといてよね。くそ、なんだかヤバそうな話じゃないか。まあいい、とっとと話しやがれ。ああ、だから心の準備をしといてって言ったのに。ありえねえ。わ、本当にマジか。残念ながらマジです。空賊事件から孤児院放火事件、中央工房の襲撃事件に至るまで全部関わっています。全ての事件に情報部の特務兵たちが関与していたんです。で、軍の上層部は弱みを握られて、モルガン将軍は監禁状態、親衛隊は無実の罪をかぶせられてテロリストとして追われてると。そっか、将軍は今監禁状態なのか。だから試合出れないんだ。なあ、もう繰り返すんじゃねえ。ちくしょう、記事にできるわけねえだろ。最近うちの雑誌には軍の検閲が入ってるんだ。ゲラにした時点で女は出せ。なるほどね。いや、これもどうしようもできないっすよね。そうだったんだ。仕方がないから、当たり障りのない武術大会の記事で埋めているんだが。って、そうか。お前らが大会に参加してるのも、何か理由があってのことなんだな。ま、そういうこと。依頼内容にも関わるから、詳しくは話せないんだけど。事態を打開するために動いていると思ってもらって結構です。そうかよ、うん、よし、決めた。記者としては動けねえが、俺も一肌脱いでやろうじゃねえか。ギルドでも調べられないことを独自のルートで調べてやる。頼りになりますね。サンキュー、助かるわ、うん、軍を相手にするわけですから、かなり危険な仕事になると思います。それでも協力してくれますか？暗い。こいつは俺の戦いだ。このままペンが剣に負けるのを見過ごすわけにはいかねえんだよ。ナイアル。わかりました。どうかよろしくお願いします。あ、任せとけってんだ。それで具体的にはどういうことが知りたいんだ？そうね、やっぱり軍の動きかしら。親衛隊の人たちは全員捕まっちゃったのかとか、モルガン将軍はどこに監禁されてるのかとか。なるほどな。俺もその辺は気になった。それは調べておくとして、他にはあるかよ？あの、情報部の人間の経歴なんて調べられないものでしょうか？え？情報部員の経歴だと？具体的には中心人物と思われるリシャール大佐とカノーネ大尉、そしてロランス少尉の3人です。この先彼らと対決するなら詳しい経歴を知っておきたくて。敵を知り己を知れば百戦危うからずってやつか。確かに大佐もそうだけど、あの少尉のことは知っときたいわね。ヨシアも言ってたけど、明日の試合か明後日の試合で当たることになるかもしれないし。ナイアルさん、お願いできますか？軍には何人か知り合いがいる。
機密情報ならともかく単なるプロフィールだったら調べてもらえるかもしれない。よし、なんとか当たってみてやるよ。サンキュー、助かるわ。よろしくお願いします。なーに、いいってことよ。その代わり、お前たちが優勝してグランセル城に招待されたら、いろいろと話を聞かせてもらうからな。やっぱりそうきたか。わかりました。差し支えのない範囲なら。その後、ナイアルと別れたエステルたちはホテルに戻って早めに休むことにした。そして翌朝。うん。3日目ですね。これで全員集合だね。早速出かけるとしようか。昨日と同じく試合は午後だから、午前中は自由に動けるはずだ。地下水路行きます。店で装備を整えるのもいいし、街道の魔獣相手に肩慣らしするのもいいだろう。あ、そういうことなら絶好の場所があるみたいよ。寮たちからもらった地下水路の鍵について説明した。おお、そいつは興味深いな。手強い魔獣がいるんだったら格好の練習相手になるかもしれん。うるわしの王都の地下に広がる古の地下水路か。ロマンと冒険心をくすぐってくれるじゃないか。余裕があったら午前中に入ってみましょう。水路の入り口は西街区にある住宅地の外れの方だそうです、うん、でもこれ多分流れ的に絶対行かないとダメなんでしょうね。なんかボスがいるんじゃないかな。で戻ってちょうど時間が経つんで、あれですよね、次のですね、3回戦が始まるっていう。あと2回なんでもう準決勝ってことでいいんですか。おはようございます皆さん。どうです、装備はきちんと整っていますか。今日からはどこが相手でも一筋縄ではいかないはずです。頑張ってくださいね。来た。来たね。地下水路西。いや、これだけなんだ、今回。あー。はいはいはい。さてと、今日も気合を入れていくとするかい。よーし。今日も仕事に大会。両方とも頑張るぞ。一応地下水路に入る時点で一回セーブデータを開けます。あと、もう買っときましょう。うん、お、応援してくれるんだ。ありがとうございます。タスクサインをもらえないかしら。サインなんだか照れるね。普段は店があるからアリーナに行けないけど、決勝だけは店を閉めて見物に行くつもりなの。ぜひ私たちはあなたたちの試合を見れるように頑張ってちょうだい。いや、結構細かく会話が追加されてます。シールドコート、オリビエでいっかな。これもねえの？装備してねえのか。いや、装備してなかった。なんか適当に装備させるか。防御力上げて、何使ってくるかわかんねえからな。なんと見えないんですよね。で、まあ、この辺も適当につけとくか。混乱とか気絶とかやられると困りますからね。中小なんでそこまで惜しむ必要はないですよね。離脱して持ってかれる可能性はあるけど。ここかな？ここっぽいですよね。セーブ。
OK。さあ、レベル上げしながらやるか。えい！こんな狭いね、敵戦っています。僕の番だね。俺の番だな。目標としては、エステルとロシアが30ですね。とりあえず。僕の番だね。今のところ、そこあれっすもんね。オリビエよりレベル低いっすからね。デフはぶっ通しっすね。しかも回復までやってくんのかよ。いや、もうちょいレベル上げしやすい対象にしといてほしいっすね。行くぞ。ほーせー、僕の番だね。これが一番ですかね。行くとしようか。この辺の技をどんどん使っていきたいんですけど、これはどうかな。全然CPたまんないっすね。一体になったら食べモードに入るか。任せて。えい、行くぞ。せい、僕の番だね。せい、行くとしようか。はっ、俺の番だな。せい、僕の番だね。はっ、ある程度貯めて、まあ100を切らなければいつでも使えるんで、そういう感じや。俺の番だな。せい、これぞ勝利の美食ってやつだ。いや、さすがだ。レベルが低いんで、多分あると思うんですよ。行くよ。道中の生徒、だいぶスルーしてますか。俺の番だな。レベルは上がらないです。私の番ね。ドラクエとかと一緒に一回戦ったら、ブルーでいっかって。行くとしようか。やってるもん。そこ、なんか序盤の頃はきっちり戦ってたような気がしますけど。行くよ。もう全然進まないから、しっかり戦う。任せて。しかも A ってのがあるってことは、B ってのが出たの出てきた。これが私の実。確かに東のところも一個開かない扉あったもんな。あそこは B でしょ。そこ、なんで、ここで2回戦が終わる、2回戦、3回戦か。3回戦が終わると、B が解放されると。私の番ね。明日。日付がかかった。変わって明日の状態になるといけない。僕の番だね。ですね。そこ。夜はだいたいこの二人飲んでますからね。この二人飲んでるから。この僕の華麗な活躍。ないです。いやー、ちょっとね、広いっすね。地下があんな。ちょっと待って、じゃあ奥から行きましょうか。そこ。僕の番だね。はっ、行くぞ。せい、行くとしようか。逃がさん。 CP 溜まってたら物性も比較的やりやすいかな。任せて。そうそう、どこと当たるかっすよね。はっ、ギルド4人組と当たるんじゃねえかな、ちょっと予想してますね。この調子で。もしくはカプは一家か。まあ、どっちかですよね。で、ロレンス勝因とかは決勝戦でしょう。ただやっぱカプは一家が当たるとしたら。どっち、どうなんでしょうね。行くよ。
カープは一回あっさり負けるっていう多分構図になる可能性ありますね。私の番ね。そうそうそう、戦ってますからね、あの4人組。だからどう考えるとギルド4人組が多分濃厚ですよね、当たる可能性として。行くとしようか。同じ相手2回も戦わねえです。リーブも戦ってるから、どうなのかってのはあるけど。いや、しかし広いっすね。あそこに1個だから。いや、さらに階段。うわー、ちょっと待って。まあ、いっかもどうせ全部回るから。あ、これで繋がってんのか。なるほど。じゃあ、行って正解でした。使っちゃえば。はあ。だね。はい。僕の番だね。黙っちゃいます、ね。じゃあ使っておっか。行くとしようか。俺の番だな。せい。ふん。これぞ勝利の美酒ってやつか。いや早いな、もう30になってる。いやー早いっすね。そこ、いいっすね、サクサク上がって。まあであれば33を目標にしてもいいかもしれない。こんだけ上がるんだよ。まあでも基本的には戦ってないところを戦ってるっていう感じ。感じ。なっちゃったけど。やべ、ちょっと敵化とかあるよ。あぶねえ。いやー怖え、石川怖え、石川怖いっすね。行くよ。はっ。うん、いや強いね。よしはやっぱ強いわ。俺の番だな。せい。任せて。よーし、ちょ。で、こっち行くと宝かな。うん、そこ僕の番だね。はっ、行くぞ。はっ、せっかくなんだよ。回復しやがった。うぜえ。いや、あの回復うぜえな。行くとしようか。逃がさん。いや、だから欲しかったけど。僕の番だね。いやー、使った。いやー、スピードが上がってるからです。俺の番だな。せい。僕の番だね。そこ。私の番ね。行くよ。完全に石化になる前に倒した方がいい。いやーマジで当たんねえ。なんでこんな当たんねえんだよ。しバカじゃん。当たりづらいんですかね。そこ行くとしようか。やった。あとこっちも行ってないです。いや、広いなぁ。かし広いな。いやー、思い切れねえっつうの。よし。いや、地下あんだったら、じゃあ一番近いとこ先に行っちゃいましょうか。覚えきれねえから。ここから行きましょう。
僕の番だね。はっ、任せて。えい、行くぞ。うん、はっ、使ってるし。行くとしようか。逃がさん。まあ、こいつらが倒せねえよじゃ無理だよって言ってるようなもんですよね。いやー、しかもラッシュだし、うじめ。僕の番だね。誰も倒せるんですよ。あー、デフかかってるわ。いやー、硬いっすね。俺の番だな。使わねえダメか、さすがに。ほーせー、任せて。はー、僕の番だね。できれば外れちゃいましたね。しょうがねえな。出せるかな。これは避けられまい。そこ、行くぞ。ほーせー、僕の番だね。せっはっ。この調子で行くわい。帰ってきた方がいいね。ちょっと待ってね。覚えてない。ここは覚えてんのか。どうするかなんですね、やっぱり。じゃあ、交通。ああ、そういう感じになってんの。なるほどね。どうしよっかな。ヒットポイントにしちゃえば、あれですけど。下げたくないですね。これも結構いいっす。悩ましいな。ここにするか。で、これで使えるんだ。俺の番だな。はっ。私の番ね。僕の番だね。行くとしようか。これは避けられまい。そこ。この僕の華麗な活躍。お、だからさ、噛みつきスピアリーブ。いや、広いね。さらに続くんだ。おっと、4体出てきた。いや、これ鬱陶しいな。2体ずついきたいっすね。やっぱりか。曲がんでいきましょうか。あー、当たんね。いや、いい感じに当たんないっすね。くっそー。これでいくか。うわー、俺の番だな。そんな単体しかねえからな。アメリカ。せい。全然たまんねえよ、さ。
て。はあ。うん。僕の番だね。でオリビエで、あ、ちょっと2体残っちゃって。せっかな。これはどうかな？それ。俺の番だな。せい。はい。行くよ。うん、もう大丈夫だ。うん。うわ、宝あった。いやー、あれどっちも魔獣でしょうね。いやー、あと、イライル方先に終わらせたいんですけどね。先制攻撃はだるいっす。これはだるい。バット来たわ。耐えた。任せて。はぁ。僕の番だね。まあまあ、わかんねえか。思わないっす。うわうん、オッケー。俺の番だな。いや、倒れねえの。マジかよ。くそ。うん。そして、で、オリビエの範囲で。行くとしようか。どうかね。いや、まあ、まずは。これはどうかな？それ！そっちがそっちだったか行くぞ。よし、やれやれ、手こずらせてくれる。うん、ディアード、これだ。マジいましたね。セーブしとこっか。血を分けとく。血を。僕の番だね。めちゃくちゃおるやんけ。いやー、じゃあこのマガン使って一気にかますか。うわこれで一気に倒せるし。一気に殲滅する。万能っすね。これで終わりだ。おいオッケーいいね。まあ、こっからまた食べなきゃいけないですけど。はっ、うん、いや、あたしの番ね。僕の番だね。逃がさん。おやすみ、子猫ちゃんたち。猫ちゃんたち。はい、オッケー。よし。あとはそっちは階段経由かな、いけねえってこと。うん、この階段っすね。あれ？ちょっと待って。ああ、これ別の方からと繋がってんのか。うわあ、そういうタイプだ。これ D と繋がってんだ、多分。なるほどね。はいはいはい。もういけないっすもんね。なるほど。じゃあ、これで全部っすね。OK っす。面白いっすね。もう戦わなくていいかな、全部戦う。そこ？うー。
ああ、でもあれか、ヨシアのためとかね、ダメだな。ヨシアのためねとだわ。僕の番だね。俺の番だな。せい。俺の番だな。僕の番だね。逃がさん。任せて。はっ。僕の番だね。スン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 。うん。行くよ。寄らせることすらできないです。行くぞ。ああ、間違えた。うぅー。届いてなかった。任せて。えい。僕の番だね。逃がさん。まず一体倒す作戦で。よし。行くぞ。せい。僕の番だね。はっ。行くとしようか。そこ。おやすみ、子猫ちゃんたち。さあ、ゴールでしたっけ。あ、オッケー。まあ、いいでしょ、これで。エンペンか、感じっすよ、ないっすよ。そんな減ってねえもんな。前回、ヒット多いの前回だけとりあえずヒットいって。あと、ナイアルが、もしかしたら、支援分社にいる可能性があるか。そんなところぐらいですか。あ、もう出かけてます。トゥン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 。じゃあこれで報告して、セーブしていきましょう。全然違うとこ来てんな。ここじゃねえ。こっちか。この調子で次の依頼も頑張るわよ。お疲れ様です。無事に目的を達成できたみたいですね。何か依頼を達成したらまた報告に来てください。おはようございます。どうです?装備、今日からは頑張ってくる。うん、OK です。トゥン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 。ナイアルがいないと確認。いないですね。まさかのオディリーが応援されるって。ってないと思うんで、朝はこれっすよね。ここでいいっすね。よし。変わってないと思う。水路行ってると言ってないで、会話変わってないです。
準備よろしければ入り口の受付係にも教えてください。OK です。これはジン様、グランアリーナへようこそ。一度中に入ったら試合終了まで競技場から出ないようお願いしているのですが、準備の方はよろしいでしょうか。かしこまりました。皆さんの控室はホールに入って右手にある青の組の控室です。それでは健闘を祈ります。やっぱ明日は決勝のやつ、ね、今回も右手からこっちに行くと吉野に、おー、インテルちゃんたちだドロシーじゃない。やっぱり勢ぞろいっす。お久しぶりっていうほどでもないですね。シルショットですか。サイスで会って以来ですから。本当にそうだね。また生きて会えるなんて夢にも思ってなかったよ。エステルちゃんたち、攻防戦に乗って危ないところに行こうとしてたみたいだし。危ないところ？ほほー、興味深い話だね。オリビエルから話せないっす。その話はまた後ってことで。そういえばそこの人たち、どこかで見たことがあるような。一度ボースの街でお目にかかったことがあるね。また会えて嬉しいよ。ユニークでチャーミングなお嬢さん。俺の方とは温泉の近くで一度すれ違ったことが。そっか、どっちもすれ違ってんのか。あー、思い出しました。ワイン飲み逃げ事件の犯人さんと東方風の格好したクマさんです。ワイン飲み逃げ事件。エステルちゃんたち、この人たちと武術大会で一緒に戦ってるの？あったね。うん、そうよ。こちらのジンさんにお願いして本戦から参加しているんです。そういえばドロシーさん、今日は取材に来たんですか？昨日までは別の取材をしてたんだけどね、今朝ナイアル先輩に会ってエステルちゃんたちが武術大会に出てることを教えてもらって。でも先輩が言ってた通り、かなり強そうなチームみたいね。これはいい写真が撮れそうかも。期待してるわ。あれ、そういえばナイアルは一緒じゃないの？うん、なんだか大事な調べ物があるみたいでね。昨日は徹夜で資料と格闘してたみたいだし、今日は昔の知り合いと会って話をするんだって。そっか、なるほど。もうドロシーを巻き込まない感じですかね。あ、そうそう、先輩からエステルちゃんたちに伝言があるの。今日の夕方くらいに編集部に来てほしいんだって。なんか大切な話があるみたいよ。うん、わかった。試合が終わったら伺います。大切な話、なんだかお安くないね。気になるなぁ。コロコロニャーン。来なくて来なくて。ちょっとダメだってば。オリビエには関係ない話なんだから。ひどいわエステル君。昨日はあんなに激しく過去試合で燃えたのに。過去試合で燃えたのに。必要がなくなったらゴミのように捨てるのね。だから誤解を招く言い方はやめい。はあ、エステルちゃん、いつの間にそんな大人に。あんたも信じるなっちゅうの。あ、それじゃあ私撮影ポジションを確保するから観客席の方に行くね。エステルちゃんたちのこと応援しまくるから頑張ってね。なんというかユニークなジョーちゃんだな。ふぅ、オリビエとドロシーが揃うと二乗で疲れるような気がするわ。試合前の緊張がほぐれたということで。ドロシーさんはカメラマンとしてかなりの腕の持ち主みたいですよ。最近のリベール通信の写真は彼女が撮ったものばかりだそうですから。ほう、そりゃすごいな。だったらそのカメラの前で無様な戦いは見せられねえな。うん、確かに誰と当たるかはわからないけど気合を入れるしかないわね。トン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 。エステル、部屋が違わない？僕たちの控室は向かって右手にある部屋だったはずだよ。同じこと言われた。あ、そうだったのね。同じこと言われた。ここは入るようですね。上はどんな感じになってるんでしょう。
あれっつって追い出された。あ、いけたいけた。ドロシールね。いや、こんだけガラガラだったら、もっといいとこ取ればいいじゃねえかって。場所が決まってんのか。こう見えても報道関係者だから、特等席で見られるんだよ。さあね、そろそろカメラの準備を始めなきゃね。まあ、満席なんでしょうね。結局、この後に満席になるってこと。満席になったね。うん。うん、遅いわね。もうすぐ試合が始まるのに、もう一組のチーム来ないわよ。確かに妙だね。事情があって遅れているのか、それとも。ほら、キリキリ歩かないか。たくうるせえな。そんなにせかすんじゃねえよ。カプア。ってことはカプアにぶつかんなかったってことは遊撃士の方とぶつかんなかった。いやー、どうしてこんなことになったんだ。こっちは大変でしょうね。兄、気合を入れなよ。あいつらと当たった時に、そんなことでどうすんのさ。来た。あ、てめえらは。あなたたちのチームでしたか。道理で時間通りに来ないわけだ、ね。しかも見張りがちゃんとついてます。今日のお相手はお前さんたちじゃなかったな。犯罪者つか。運が良かったね。あんたたちと当たったら今度こそそこの能天気女に思い知らせてやろうと思ったのに。あんですって。こら、無駄口を叩くんじゃない。つかかってます。公爵閣下の恩情があって参加していることを忘れたか。まあまあ兵士さん、そう目くじら立てないでくれよ。ここに連れてこられてから俺たちはおとなしかっただろう。願わくばまた牢に戻るまでその態度を通してほしいものだな。あんたたちもこいつらとはなるべく口を聞かないでほしい。面倒を起こしてもらっては困るのだ。別に面倒を起こすつもりはないけど。分かってると思うが、競技場には一個中隊の兵が警備についている。逃げられると思うんじゃないぞ。分かってますって。そんなバカな真似はしませんよ。ふんだ、目障りだからとっとと行けば。このガキの挑発に乗るなよ。いいな、くれぐれもおかしなことを考えるんじゃないぞ。ねえ、一体どうなってるのよ。どうしてあんたたちが武術大会なんかに出てるわけ。デュナン公爵あたりに出場しろと言われたんですか。確かに俺たちを出場させようとか言い出したのはそのなんとかっていう公爵らしいぜ。試合で勝つたびに刑を軽くしてくれるんだってさ。信じられないことするわね。法治国家とも思えないような独断っぷりだな。なんともお茶目な公爵さんだ。まあせっかくの申し出だ。刑が決まって無所に移される前にできるだけ稼いでおこうと思ってな。もっともそれだけが理由じゃねえけどよ。え、どういうこと。うっさいな。あんたたちには関係ないだろ。僕たちにだってそれなりの意地はあるんだよ。僕たちと戦うために参加したんじゃないとすると、特務兵たちと戦うためですか。なんでその通りだぜ。あいつら味方のふりして俺たちのことはめやがったんだ。情報部とやらの勢力を拡大するための出しとして使い捨てやがったのさ。まあ騙された俺たちも間抜けといえば間抜けだけど、それでもえげつなさすぎだぜ。確かにそう考えてみるとあんたたちも不憫よね。だから哀れみの目で僕たちを見るなんてば。僕たちに借りがあるくせに。え、あんたたちに借りって？この前の出来事さ、お前さんたちが要塞にいたことを連中に知られるとまずいんじゃないか？あ、
連中への恨みがあったからてめえらのことは喋らなかったんだ。せいぜい感謝しやがれよ。確かに黙っていてくれたことは感謝します。なんだか面白そうな話をしてるね。どういう事情なのかお兄さんにも教えてほしいな。なんでもないってば。おっと、お取り込み中のようだが、そろそろ始まるみたいだぜ。皆様、大変長らくお待たせしました。これより武術大会本戦2日目を始めます。早速ですが、本日最初の第5試合のカードを発表します。南青の組、カルバード共和国出身武術家人事以下4名のチーム。北赤の組、遊撃士協会グランセル支部、クルツ選手以下4名のチーム。来た、しかもカルナさんたちが相手だわ。強敵だね。僕たちがジンさんの足を引っ張らないようにしないと。そう慎重になることはないさ。お前さんたちの実力は十分声優劇士に迫ってる。あとは勝とうという気合だけだ。うん、頑張ります。いざ行かん、戦いの園へ。ボースの事件のことは今もよく思い出せねえんだ。無理に思い出そうとすると頭が割れそうなくらい痛みやがる。あいつは俺に一体何をしやがったってんだ。まあいずれにしてもあの汚い連中に一泡吹かせないと腹の虫が収まらないぜ。黒い連中の裏があるけど、地下牢で待ってる奴のために一つでも多く勝ちたいです。なんだよ。そっか、この一回以外にもいるのか。うろうろしてないでさっさと行ってきたらどうなのさ。結構いました、結構な数いたもんね。僕は情報部だけじゃなく、あんたたちにもしっかり思い知らせてやるつもりだからね。いいね、僕俺としちゃ今さらお前さんたちとことを構えようなんて気はないぜ。もともとお前さんたちとやり合う羽目になったのも情報部の仕業だったわけだしな。仲良くしましょうとは言わんが、ここで喧嘩する必要もないだろう。よし、行きましょう。来たね、エステル、ヨシュア。新人くんたち、ヤッホーどうも、先輩たち。胸を貸していただきます。不動の陣、あんたとは一度やり合ってみたかったんだ。どれほどの腕か、この剣で確かめさせてもらうぜ。ふん、いいだろう。こちらも全力で行かせてもらう。できれば決勝戦で戦いたかったものだが、ここで当たったのも運命だろう。かたやベテランの遊撃士集団、かたや注目の新人コンビと武術家ブレイサーと天才演奏家との混合チーム、どちらが勝つかはエイドスのみぞ知るだね。やっぱりこの4人ですよ。これより武術大会本戦第5試合を行います。両チーム開始位置についてください。とりあえずヒーラー狙いましょう。双方構え、ヒーラーを先倒せばなんとかなりそうです。勝負始め。ヒーラーとあとまあ銃を、銃使いも一目と引きそうですもん。後ろの2人行くぜ。前の2人が強そうですね。300、200。逃がさないよ、そこ。いや、先制攻撃の反則ですよね。反則すぎだよ。こっちを、ね、いやー、体力めちゃくちゃ高え。マジか。いやー、こっち狙いたいっす。遅い。いや、めちゃくちゃ強いやんけ。ある程度削ってからじゃないときついな。僕の番だね。これはどうかな。それ。いや、もう全
行くぜ。前の試合と全然強さが違うじゃん。はぁうん行くよ。まあこれでもいいか、とりあえず。うわぁ行くぞ。でもさあ、これで攻めればいいんだけど、全然届かないっすね。全然届かない。ほぉーせぇあかんねえよね。やっセーフが効いてます。任せて。どうしようかな。回避してかないときついっすね。全然、範囲回避とかあればいいんですけどね。アーツ、駆動。僕の番だね。かますか。逃がさん。行きましょうか。行きましょう。僕の番だね。美の神髄を見たまえ。ハウリングバレット。これでいくつ削れるかっすね。華麗な一撃さ。あ、いけそうっすね。いけそうっすね。いくよ。一気に殲滅する。これで終わりだ。俺の番だな。おっさん一体か。一体だけど、まあこれ倒せますね。どうなった。はぁ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 。王位流星はい、オッケー。で、まだまだ未熟。私の番ね。エステル、ここでもいいけど、こっちの方がいいかな。ここ狙っていきましょうか。これで決める。多分あいつはすぐ倒せそうです。回復されると厄介ですか。こいつは脳筋。あ、この脳筋だ。オッケーオッケーオッケー。俺の番だな。いけるかな。あー、届かね。届かね。近づくか。こっち狙うか、じゃあ。いや、こっち寝るか、しょうがない。早くすんなよ。動くんじゃないよ、そこ。早くしね。オッケー、やっぱヒーラー以外は脳筋でしたね。オッケー、よかった、よかった。遅い。やられちゃった。やるね。やっぱ必殺、PP はしっかり溜まってる状態であれば、なんとかなんすよ。なんとかなりそうっすね。あたしの番ね。クラッツスペシャル。クラッツスペシャル207。僕の番だね。どうしよっか。止める必要もないんで、これでいきましょうか。セルハハルハセルハ狙うね、おっさん。行くとしようか。そこフハ俺の番だな。当たんねえと思う。せい任せて。はん行くぜ。おお行くよ。チュンはるは。うん、オッケー。俺の番だな。はマジで当たんないっすね。行くとしようか。そこ。いやー、このゲームよりと猛毒きついっすね。行くぜ。おー任せて。はぁー、とりゃー。うん、倒したかな。行くよ。渋って。とどめじゅー。チュン。はる。ここまでか。戦闘終了。先に進む。31になった。勝負あり。
青の組陣チームの勝ち。見事だ不動の陣、まさかここまでの凄腕とは。お前さんたちもさすがに手強かったぜ。エステルたちがいなかったら俺の勝ち目もなかっただろうな。私たち勝ったの？うん、なんとか足を引っ張らずに済んだね。謙遜するんじゃないよ。ジンの旦那もそうだが、あんたたちも十分手ごわかった。はぁ、あ、さすがはシェラ先輩の教え子だな。それに、そこのお兄さんがそこまでやるとは思わなかったよ。お嬢さんの方も、なかなか痺れさせてもらったよ。よければ試合の後に、お互いの強さを称えて乾杯でも。ええ加減にしときなさい。おお、やるじゃねえか。ああ、見ていて興奮しちまったぜ。うん、悪くない試合だったじゃないか。ありがとう。で、どうしたの？あんたが褒めてくれるなんて。ひょっとして熱でもあるの？あんたみたいなアマちゃんを僕が褒めるわけないだろ。僕たちを追い詰めた連中に簡単に負けられると困るだけだよ。むっか、口の減らない僕っ子ね。僕っ子。まあまあエステル、どうもありがとう。いろいろあったのに僕たちを応援してくれたみたいだね。だから応援なんかしてないってば。そこは惚れるんだ。続きまして、第6試合のカードを発表させていただきます。南青の組、空賊団カプア一家所属、ドルン選手以下4名のチーム。まず勝てないですからね。北赤の組、王国軍上皇軍特務部隊所属、ロランス将尉以下4名のチーム。よし、とうとう来たか。あの黒坊主どもに目にもの見せてやるぜ。こうなったのも何かの縁ね。応援してあげるから目いっぱい頑張りなさいよ。敵の隊長には気をつけて、彼さえ自由にさせなかったら勝機は必ずあると思う。うん、じゃなくて余計なお世話だよ。よっ仮面の兄ちゃん、待ってたぜ。借りを返せる機会をな。あの公爵には感謝しなくちゃいけないな。何がおかしいのさ。エレボニアの没落貴族、カプア男爵家の遺児たち、悪徳商人に領地を横取りされ、お家再興のために空賊家業、なんとも涙ぐましい話だと思ってな。てめえどうして知ってるんだよ。我々が所属しているのが情報部だということを忘れたか。我々への復讐など諦めて真面目に服役した方が身のためだ。どうやらお前たちは悪党に向いていないようだからな。なんだと？ずいぶんとまあさえずってくれるじゃないの。てめえなんざ動力砲の餌食にしてやら。これより武術大会本戦第6試合を行います。両チーム開始位置についてください。頑張れカプ。双方構え。せめて一人ぐらいは倒せよ。圧勝だけ。勝負始め。圧勝だけ。こいつでどうだ。そーりゃ逃がさないよ、そこ。狙われとるね。逃がさないよ、そこ。しかもロレンス。あ、来た。1248。いや、強すぎだよ。いや、1200は無理だわ。
頑張れ、一体倒せ、一体倒せ。一体。ヒーラーがいね。ヒーラーがいね、きついっす。やっ!200。いやー。こいつでどうだ!うりゃーもうモンスターじゃね、倒せねえよ。なんかロレンスの動きを止めて、その間にこのモーブを倒された。うん、さてと爆弾逃がさないよそこ、ダストンかおめえ。なかなかやるな。いやー、セン食らうのきついっすね。いやー、勝てるかな、こいつら。もう、ダメだよ。全員納金なんで、回復とかは気にしなくていいんですよ。行くぞ。だから、本当にどっちを狙うかですね。モブを狙うか、こいつを狙うかですよ。愚か。いや、すごい。勝負あり!赤の組、ロランスチームの勝ち!ああ、負けちゃったわ。途中まではいい展開だったんだけどね。あの赤い隊長殿が動き始めたら崩れてしまったね。あいつが強えんだ、うん、そこの試練相手だな。あれで本気とも思えんし、いまいち実力が読み切れない。え、今ので全力じゃないの？多分違うよ。最後の技を放った後、気の集中が衰えていなかった。まだ余力を残していると思う。とんでもないわね。必殺はガン攻めで3体倒してボスだけ狙うってのがベストですか。あの惜しかったわね。めちゃくちゃヒット分高いと思うんだよ。慰めはいらねえ。俺たちの乾杯だったぜ。くそ、俺のサポートが甘かったからだ。キールニーは悪くない。僕があいつの切り込みを崩せなかったからだよ。まあ仕方ないでしょ。勝負は時の運とも言うんだし、あんたたちの仇は明日の試合で私たちが絶対に打ってあげるわ。なに？おいおい、ずいぶん簡単に言うじゃないか。そんな安請け合いできる相手じゃないと思うけど。ま、意気込みがないと勝てるもんも勝てなくなるからな。根拠のないところがまたエステル君らしいね。根拠のない。やっと終わってくれたようだな。またほら、グズグズするな。とっとと鳩場に戻ろうぞ。老域。おいおい、冗談じゃねえぞ。戦ったばかりなんだから少しくらい休ませてくれよ。犯罪者の分際で甘えるな。ほら、さっさと来ないか。ああ、疲れた。おい、あんたたち。え？僕たちはもう、明日はここに来られないけど、あんたたち、絶対に勝てよな。あんなふざけた連中に負けたりしたら、許さないからね。当たり前でしょ。任せておきなさいってば。絶対に、勝ってみせるよ。気は済んだか。いや、いいやつっすよ、ジョン。ほら、手間を取らすんじゃない。ちょっと賞金4万ミラー。ああ、これ装備揃うわ、これで。オッケー、ありがたいっすね。今日もなんとか勝てたわね。明日はいよいよ決勝戦か。激しい戦いに備えて、英気を養う必要がありそうだな。B は誰がくれるの？そういうわけで、今夜も酒場に繰り出すとするか。でしょうね。そう来なくては。お付き合いさせてもらうよ。でしょうね。なんか違う気がする。僕たちは用事があるので、今夜も遠慮させてください。うん、それじゃあな。明日の朝フロントで待ってるぜ。 Good night, my sweetheart。 なんかギルの4人組が来て鍵をくれる感じですかね。さてと、ナイアルが待ってるはずだし、私たちは雑誌社に行こうか。ナイアルがくれる可能性もあるのか。そうだね。情報部のメンバーについて何か分かっているといいんだけど。
いや、さすがにくれると思うんですけど。こう普通の NPC がくれるケースはちょっときついっすね。今かなりスルーしてるんで。おそらくドロシーは、編集すると思うんですよね。普通にいるけど。なんで、多分まだ、休暇は出ないと思う。あ、二人とも試合の写真バッチリ撮れたよ。大会の特集号が出る予定だから、楽しみにしててね。あ、新人君たち、今日は参ったよ。私たちも全力で戦ったんだけどな、すごく悔しいから今度また私と試合してね。キャラだけ探して会話するのはありかもしれないですね。さっきみたいなところに普通にいるもん。資料館、そっか、資料館全然顔出してなかったっすね。もう いねえのかな、教授は。教授いないっすね。ナイアルのとこに行かないといけないよと。北に来ちゃった。白。相変わらずっすよ。うんうん。リアルに話したら多分即次の日になる可能性があるんで、まあ話す前にセーブしといた。これ北ですね。うん、いつも明日はいよいよ決勝戦だな。いいか、よく食ってよく寝ておけよ。明日はいいか。いやいや、シェラ君ともこれくらいのペースで飲めると言うことないんだがね。彼女と飲むときは夢を見ながら地獄に落ちるような心地なんだ。いやいや、彼女と飲むとき飲むのがちょうどいいペースなんでしょ。まあこの二人でどんな会話してんのかもちょっと気になるところがありますけど。毎日ですかね。エステルさん、ヨシアさん、見事決勝に進んだそうですね。クルツさんたちは残念でしたが、いい試合だったと聞いていますよ。うん、白熱の勝負だったわ。でも先輩たちと比べると私たちってまだまだかも。確かにそうだね。ジンさんはもちろん、オリビエさんの銃とアーツにも助けられてばっかりだし、これからも精進が必要みたいだ。その心構えがあればもっともっと上に行けますよ。ところで今日は何か分かったことはありますか？実はリベール通信の記者が情報収集に協力してくれることになったの。これから話を聞きに行くんだけど。リベール通信ですか。それは頼もしい限りですね。わかりました、朗報をお待ちしています。あんたたちは明日決勝戦だね。遊撃士の代表として恥じない試合をしておくれ。ま、今さらあんたたちに言うことじゃないと思う。よう、お前さんたち、今日は負けちまったが、悔いの残らないいい試合だったぜ。決勝戦は頑張ってくれよな。
うん、これでいっか。あんたたちは明日、遊撃士の。一応、鍵の件があるんで、ナイアルのとことりあえず行きましょうか。パートを開けたいんですけど。よし。ナイアル、ここか、ここっすね。おーい、ナイアル。お邪魔します。ああ、やっと来たか。ドロシーのやつ、珍しくちゃんと伝言できたみたいだな。そういえばお前ら今日も勝ったそうじゃねえか。ドロシーのやつがはしゃぎながら帰ってきたぞ。まあね。それでナイアルさん、例のことなんですけど。あった、早速本題だよ。ほれ、主だった連中の経歴は集まったぜ。経歴あんの。ナイアル一冊の黒いファイルを差し出した。これって王国軍の。うん、機密度は高くないが一応持ち出し禁止の書類だし、無理を言って軍の知り合いに借りたんだから他言無用だぜ。了解しました。それじゃあここで読ませてもらっちゃうわね。エッセイとヨシは黒いファイルをめくっていった。リシャール大佐について。アラン・リシャール大佐、七王歴1168年、リベール王国ルーアン地方で生まれる。士官学校を首席で卒業した後、カシウス・ブライト大佐率いる独立機動部隊に配属される。1192年の百日戦役において、カシウス大佐の部下として反抗作戦で多大な戦功を挙げる。カシウス大佐が退役した後、軍作戦本部のスタッフに抜擢され、組織改革に多大な功績を残した。1201年、情報部の設立を提案。アリシア女王陛下の承認を得て、情報部の初代司令に就任する。してみるとかなり軍の役に立ってると思うんですけど、これも作戦なんですかね。上に上り詰めて悪いことをしようっていう感じなんですかね。なんというかエリートっていう感じね。主席だって、主席。確かに切れ者って感じだからね。シード少佐から聞いた通り、10年前の戦争で父さんの部下だったのは間違いなさそうだ。父さんって本当に大佐だったんだ。そんなに偉かったのに、なんで辞めちゃったのかしら。カノーネ大尉。カノーネ・アマルティア大尉、七王歴1175年、リベール王国王都グランセルで生まれる。士官学校を優秀な成績で卒業後、軍作戦本部のスタッフに抜擢される。1201年、情報部の設立と同時にリシャール大佐の推薦で情報部に移動。以後リシャール大佐の副官として作戦指揮の補佐をする立場にある。優秀な成績で卒業って、これまたエリートって感じね。任官されてからリシャール大佐の下でずっと働いてきたみたいだね。忠誠心は固いみたいだな。ロランス・ベルガー少尉、年齢、国籍不明。傭兵部隊ジェスター傭兵団に所属していたところ、リシャール大佐の招きに応じて情報部の一員となった。傭兵部隊、それ以前の経歴は不明。あの仮面のやつってリベールの人間じゃないんだ。しかも元傭兵で経歴不明ってどういうことよ。わからない。イエーガーといえば最高ランクの傭兵部隊にのみ与えられる称号のはずだけど。そうなんだ。戦闘のエキスパートとして大佐が引き抜いたのかしら。うん、そうかもしれないね。ジェスター傭兵団、どこかで聞いたことがあるような。
ファイルを閉じる。ありがとう、ナイアル。なんとなく敵の姿が見えてきたわ。お役に立てて何よりだぜ。こちらも資料を調べてるうちに面白いことがいろいろと分かってな。面白いことですか？例えば指名手配されている親衛隊のユリア中尉だが、うん、士官学校でカノーネ隊員と同学年だったらしいぞ。へえ、そうだったんだ。その割にはあの二人あまり仲が良さそうには見えませんでしたけど。なんでもお互い首席を争うライバル同士だったらしくてな。軍のカノーネ、部のユリアと好対照な二人だったらしい。うん、ライバル。なるほど、なんとなく想像できますね。ユリアさん、凛としてて昔の騎士みたいだったもんね。それからこれは軍とは関係ないんだが、お前らクローディア姫という名前を聞いたことあるか？クローディア姫。クローディア姫、どこかで聞いたことあるわね。確か海難事故で亡くなった王太子夫妻の忘れ形見ですね。女王陛下のお孫さんにあたる。ああ、あまり有名じゃないが、直系中の直系とも言える女性だ。いつもはグランセル城の女王宮で暮らしてるらしいが、その姫殿下の見合い相手をある人物が探しているらしい。見合い相手、うん、見合い相手か。お金持ちの家はそういうのも珍しくはないって言うけど。美男交際かも。なんだかちょっと気の毒よね。エステル、論点はそこじゃないよ。この場合ある人物というのが問題なんですよね。さすが鋭いじゃねえか。え、その人物って美男交際です。でしょうね。その通りだ。まあ実際他国に人を派遣して有力候補を探そうとしているのはリシャール大佐らしいがな。そうなんだ。でもおかしくない？なんでリシャール大佐がお姫様の結婚相手を探すわけ？だから面白そうな匂いがプンプンするんじゃねえか。というわけでそのあたりのことは頼んだからな。え、明日の試合に勝ってお城の晩餐会に招待されたら、そのあたりの情報を探ってこい。つまりそういうことですね。ああ、なるほどね。まったく道理で気前よくいろいろと教えてくれるわけだわ。これだけ調べてやったんだ。ギブアンドテイクは当然だろ。確かにいろいろと助かりました。仕方ないわね。何か分かったら教えてあげるわよ。そうこなくっちゃな。まあお前らに頼らなくてもうまくいけば今日中にも。お？おっと、もしもし、こちらリベール通信社。まあお前か。ずっと連絡を待ってたんだぜ。何？今から？わかった、これからそっちで落ち合おう。何何？どうしたの？ちょっとした野暮用でな、今から人に会うことになった。大変ですね、もう日が落ちるのに。もともと俺は夜型でね。それはあのマイペース娘の新人研修をしてるうちに朝型に変えられちまってんだ。そんなことはどうでもいいか。俺はこれから出かけるが、お前らゆっくりしていけよ。うん、分かったわ。お仕事頑張ってね。お前らも明日の試合絶対に負けるんじゃねえぞ。さてと、私たちはどうしよっか。いや、経歴見えたの面白かったっすね、3人。そうだね、とりあえずギルドに寄ってからホテルに帰るとしようか。ナイアルさんが調べてくれたことを報告しておいた方が良さそうだ。うん、了解。ちょっとあれさ、装備をちょっと先に揃えちゃいましょうか。どうせこっち行くんで。で、欲しいのはこれ、あ、すでにいねえのか。いるときでいっか。
ヨシアはこれ装備してねえから、ヨシアに買ってあげましょうか。あとはいるときですね。セーブしたっけ？してねえ。してねえよ。じゃあこの状態セーブしとくか。こっちでいいのか。こっちでいいや。セーブするって言ってセーブしてませんでした。OK。エステルさん、ヨシアさん。リベール通信の方はどうでした？何か情報を教えてもらえましたか？はい、実は。ナイアラが調べてくれた情報を得る何を。なるほど。ロランス少尉というのは、イエーガーの出身でしたか。ジェスター両兵団。聞いたことのない名前ですが、調べた方が良さそうですね。ギルドと両兵団には交流があるんですか？いや、どちらかというと、商売がたきのようなものですね。我々は規約で国家間の戦争に関与することはできませんが、彼らの場合はそれが商売です。紛争の絶えない辺境などでは民間人の安全をめぐって対立することが多いんですよ。あんま好きになれないかも。でもそれなら情報なんて手に入りっこないじゃない？そこはそれ。蛇の道は蛇と言いまして、情報を集めるのに2、3日はかかるでしょうから、決勝には間に合いませんが、それでも構いませんか？あ、うん、大会だけの話じゃないしね。よろしくお願いします。あとはクローディア姫の結婚相手を大佐が探しているという話ですが、実は少々それに関係する情報がないわけではありません。っていうと？どうやら女王生誕祭の当日にエレボニアの皇族が来るそうです。名前はまだわかりませんが、かの国の皇族がリベールを訪れるのは10年前の侵略戦争以来のことです。なるほど。先ほどの縁談話と関係がありそうな感じはしますね。エレボニアの皇族か。どういう人たちか全然知らないわね。っていうか帝国人の知り合いってオリビアくらいしかいないし。ちなみにクローディア姫は16歳になったばかりのはずです。確かに結婚を急がせるのは不自然と言えるかもしれませんね。え、そうなの？私たちと同い年じゃない。上流階級で言えば社交界にデビューする年だね。でも昔ならいざ知らず、その年で結婚は早すぎるな。そうまでして急がせる理由が何かあるのかもしれません。調べてみる価値はあると思いますよ。うん、分かったわ。無事にお城に招待されたらそのあたりも探ってくるから。そのためには明日の試合を何とかして勝たなくちゃね。うん、少々危険かもしれませんが、これをお渡ししておきましょう。来た、これだ。B ここで来ましたね。え、これってオート支部で管理している地下水路の鍵の一つです。グランアリーナの横にある入り口を開くことができますよ。ただそこから入れる区画にはかなり手強い魔獣がいますが。それこそ望むところよ。あいつらと戦う前にもう少し鍛えておきたかったから助かっちゃうわ。エルナンさん、ありがとうございます。なに、これも受付の役目です。ただしあなたたち二人だけで入ろうとは思わないでくださいね。了解。朝ジンさんたちと合流したら入ってみることにするわ。まず翌朝か。うわ、もうこんな時間だわ。早くホテルに帰った方が良さそうだね。おい、そこの君たち。おお、あれ、フェイスさんたちどうしたの？我々は巡回中のものだ。テロリスト対策の一環として本日から夜間のパトロールを強化することになってな。うん、それに伴って
夜間の外出はなるべく控えてもらうことになった。君たちも早く家に戻りたまえ。夜間の外出を控えろってちょっと不便すぎるんじゃない？これも上の決定なのでね。申し訳ないが従ってもらおう。ところで君たちはどこに住んでいるのかね。僕たちは北外区にあるホテルに滞在しています。武術大会の期間中そこに泊まっているので。武術大会の期間中？待てよ、君たちの顔どこかで見たような気が。お、この子たち武術大会の決勝に勝ち進んだ出場者じゃないか。そうですそうです。言われてみれば。あ、兵士さんたち見物してくれてるんだ。警備のついでにね。特に今日の試合は白熱の展開で興奮させられたよ。明日は決勝戦なんだろ。ホテルまで送っていくからゆっくり休まなきゃダメだぜ。わかりました、お言葉に甘えます。夜は外出できない。送ってくれてありがとう。どうもお世話様でした。なーに、自分たちは君たちのファンだからな。同じ王国軍なのにこういうことを言うのもなんだが、あの特務部隊の連中はいまいち好きになれなくてね。そうそう、何を考えているのかさっぱりわからないというか。こんなことを言ったらリシャール大佐に失礼だな。ま、そんなわけで君たちの活躍には期待してるよ。明日の試合頑張ってくれよな。どうも、精一杯頑張ります。なんだか複雑ね。あの人たち本当に大佐の陰謀を知らないみたい。情報部の人間ならともかく、彼らはただの一兵卒だからね。上官から伝えられた情報をそのまま信じてるんだろう。私たちの応援もしてくれてるし、あんまり敵対したくないな。どちらにせよ一般兵とはことを構えない方が賢明だろうね。今夜はもう外出しないで部屋で休もうか。うん、オッケー。今夜はもう部屋で休もう。無理に外出して兵士たちと揉めてもしょうがないからね。うん、それはそうね。止めてんのに行こうとするエッセンス。なんてホテルで恋話してんの。やっほー新人くんたち。今からシャワーを浴びようと思ってね。今日も汗かいちゃったし早くすっきりしたいよ。やっほーし今日も汗。そのシャワーに入れてください。試合に備えて今日はなるべく早めに休むといい。有事に備えて常に体調を整えておくのも遊撃士の大切な役目だよ。4人でそれぞれ一人部屋でいるってことですかね。そうでもねえな、あの二人だけか。あれ、今何か物音がしなかった？部屋に入ると同時に臨戦態勢のまま状況確認を。え？多分侵入者だ。爆発物が仕掛けられている可能性もあるから気をつけて。ちょっと冗談でしょ。頼むから僕の言う通りにして、何だったらここで待っていてくれても構わない。冗談、覚悟はできてるからとっとと中に踏み込みましょう。了解。と逃げられたみたいだね。でもおかしいな、人のいた気配がない。トラップも仕掛けられてないみたいだ。そんなことまでわかるの？誰でしょう。どうやら置き土産は
これだけみたいだ。匿名ですかね。それって手紙？ルースは手紙の封を切った。今夜10時大聖堂まで来られたし。今夜続くんだ。くれぐれも他言無用のこと。それだけ？大聖堂って西街区にある大きな教会のことよね。今夜10時っていうことはもうすぐか。怪しさ大爆発だけど、虎穴にいらずんばとも言うし。ねえヨシア、ここはお誘いに乗ってみない？ダメだ。どうしたの？ごめん、大声を出して。ほら、さっき兵士たちが夜のパトロールを強化してるって言ってただろ。西街区までは離れているし、見とがめられる可能性が高いよ。あ、忘れてた。だからといって放っておくのも気持ち悪いし。だから僕一人で行ってくるよ。僕一人で行ってくるよ。え？こういう時は二人よりも一人の方が行動しやすいからね。兵士たちをやり過ごしながら大聖堂までたどり着けると思う。様子を確かめるだけなら僕一人で十分だと思うんだ。だから君はここで待ってて。こら、私だって遊撃士の端くれよ。でしょうね。自分のことは自分で面倒見られるし、足を引っ張らない自信だってあるわ。もっともらしいこと言ってもごまかされないんだからね。エステル、僕はそういうつもりじゃ。私を信用してないわけじゃないのは分かってる。心配してくれているんだろうけど、多分それだけでもない。何か心当たりがあるってとこ。そんな素振りも見せてないのにどうしてそこまでわかるんだい？そりゃ、私はヨシア観察の第一人者だもん。なんとなくわかっちゃうんだってば。ここまで、か。え？わかった。もう止めないよ。指定の時間までもうすぐだし、急いで大聖堂に向かうとしよう。うん。でも、約束してほしいことがある。何かあったら、必ず僕の指示に従ってほしいんだ。一瞬の判断ミスが命取りになるかもしれない。うん、わかった。それじゃ急ぎましょう。あ、行くんだ。夜歩けるってことですかね。あ、兵士いますけどね。兵士にバレないように行かないダメってことだ。まさか。早速巡回してるみたいだね。そういう流れです。もし兵士たちに見つかったら、ホテルに連れ戻されると思う。兵士たちの巡回をかわしながら、なんとか大聖堂までたどり着こう。うん。うん。オッケー。でしょうね。じゃあ、こっちに整備しとくか。アパート開けようと思ったんですけど、このまま継続しますね。結構時間経っちゃったんで、今から分けたら3時コースになっちゃう。さて、いるわ。なんだお前たちは。やった、早速見つかっちゃったね。いやいや、そりゃ分かんねえ。まず行ってみねえと分かんねえ。全く人騒がせな。テロ対策のため夜間の外出は遠慮してくれ。行ってみねえと分かんねえもん。あっちゃー、連れ戻されちゃったわね。もう一度トライするしかないか。さっき気づいたんだけど、一箇所を監視している兵士には極力近づかない方が良さそうだ。確実に見つからないようにするには遠回りするしかないと思う。なるほど。直接大聖堂のある西街区に行くのは難しいかもしれないわね。南に行けと。あと巡回している兵士だけど、東か、夜で視界が悪くなっているから、よほど近寄ったり正面に立たない限り見つからずに済むと思う。あと、それぞれ決まったルートを巡回しているみたいだから、注意すれば、なんとかかわせるはずだよ。ちゃんとヒント教えて。了解。それじゃあ行ってみますか。もうそんなメタルギアソリッドよりは難しくないでしょ、さすがに。で、そこにいるんで、こうしろってことですかね。ちょっと、ひどいっすね、これ。あう、ちょっと待って、こんな無理じゃねえかよ。こっちルートアートってだから。確実に見せ。そう、だから東ルートで行けってことか。
そうですね、はい。これめんどくさいですね。一回見つかったらやり直しなのがめんどくせえわ。こんなとこ普通に行きそうな気がするし。うわ、怖え。ちょっと待って、怖っ。いや、怖っ。よし。よし。オッケー。何がやっぱり低めには設定されてんの？こっちとかいるよね。ですよね。こっちから決闘する。ここ上がってきたら、うわぁ、ちょっと待って、ふざけんな、いすぎだよ、そこ。兵士が減ってきたみたいだけど、気を抜かないでいこう。だから徐々に緩和されてるんでしょ。減ってきたって言ってるのよ。いや、全然減ってねえけどね。これとかあれなんですかね、遊撃士ランクに影響してくるんですかね、この失敗とか。そこまで意識してねえけど。いや、普通にいるもんね、あんまね。よし。いや、問題ここっすね。ここが問題だな。何体歩ってるかによりますよね。1でしょ ?2 でしょ行けってことですか、もう行けってことだ。なるほど。よし。いった、よし。やった、なんとか到着したわ。気を抜かないで、エステル。先に僕が入るから、後からついてきてくれ。うん。ごめん、エステル。僕の勘違いだったみたいだ。え？来てくださいましたか。おう。シスターからの手紙。あなたはひょっとして周遊道であったシスター？はいはいはい、なるほど。その説はどうもありがとうございました。よくあんな伝言でここまで来てくださいましたね。あの手紙、シスターのものだったんだ。でも一体どうしてこんな思わせぶりなこと。なるほど、ようやく気づきました。あなただったんですか。ヨシュア君はなかなか鋭いな。ん？では失礼して、暑苦しい服は脱がせてもらおう。この声で気づくべきなんでしょ。ああ、はい、注意だ、注意だ。いやー、なるほどね、そういうことか。王室親衛隊中隊長ユリア・シュバルツ中尉だ。うん、久しぶりだな、エステル君、ヨシュア君。来てくれると信じていたよ。お久しぶりです、ユリア中尉。ルーアンの発着場でお別れして以来ですね。ああ、そうだな。さほど経っていないのに、随分と昔のような気がするよ。ちょっと待って。なんでユリアさんがそんな格好をしているわけ？狙われてるから。それと、どうして私たちをこんな場所に呼んだりしたの？一つ一つ答えさせてもらおう。まずこの格好だが、七葉教会はリベール王家と昔から深いつながりがあってね、リシャール大佐の陰謀によって追われることになった我々をいろいろと助けてくれているのだよ。そうだったんだ。もう一つの疑問だが、君たちを呼んだのは他でもない、明日の決勝で勝利したら
城の晩餐会に招待されるだろう、うん、その時にグランセル城にいる女王陛下と接触してほしいのだ、うん、虫のいい頼みなのは分かっている。だが手配された我々にとって城内に入り込む術は存在しない。もはや君たちだけが頼りなのだ。なんというか偶然ね。僕たちは陛下と会うために武術大会に出場しているんです。え、レイストン要塞での事件とラッセル博士から情報宛ての伝言を扱っていることを話した。そんなことがあったのか。オーエイドスよ、大いなる慈悲に感謝します。ならば私の方から君たちに頼むことはただ一つ、苦境にある陛下の相談に乗って差し上げてほしいのだ。うん、もちろんそのつもりよ。内政不干渉が原則とはいえ、この事態はさすがに見過ごせません。できる限りのことをさせていただくつもりです。かたじけない。それではこれを持っていくといいだろう。おう、ユリアの紹介。これって城の助官長をされているヒルダ夫人という方への紹介状だ。多分陛下はあの特務兵たちに厳重に監視されていると思うが、身の回りを任されている夫人なら君たちを陛下に引き合わせることができるかもしれない。うん、へえ、そんな人がいるんだ。わかりました、その人を探して相談してみます。よろしくお願いする。情けないことだな。え、関係に陥れられて守るべき方を守れなかった屈辱。たとえこの命が果てようとも、奸賊を討ち陛下をお救いすることで晴らさんと誓ったばかりなのに、君たちに力を借りるしかない無力な自分が情けなくてね。そんなに自分を追い詰めなくても。それに申し訳ないけど、明日の試合で私たちが負ける可能性だってあるんだし。君たちならきっと大丈夫だろう。あのカルバードの武術家殿も大した腕の持ち主のようだが、なんといっても君たちはあのカシウス大佐の子供なのだから。え、ユリアさんも父さんのこと知っているの？王国軍切手の父親にして剣聖と呼ばれた最高の剣士。かっこいいっすね、剣聖。退役前に士官学校の武術教官をなさっていた時にご指南いただいた私の剣の師匠とも言えるお方さ。信じられない、父さん棒術しか使わないのに。退役して遊撃士となった時に剣は捨ててしまったらしいな。ただ敵を断つだけでなく、強きをくじき弱きを助ける、そういう精神の象徴として棒術を選ばれたと聞いている。そうだったんだ、私の棒術にそんな意味があったなんて。その精神は間違いなく君にも受け継がれていると思うよ。誇りに思ってもいいんじゃないかな。よしは、カシウス大佐が鍛えた君たちが必ずや優勝できると信じている。ユリアさんにそう言ってもらえるとなんだか自信が湧いてきちゃった。全力を尽くします。失礼、オート警備隊です。現在テロ対策の一環として主要施設の見回りをしております。夜分遅くに申し訳ありませんが、中を改めても構わないでしょうか。また隠さない。やば。まあ、ご苦労様です。少々お待ちください。すぐに鍵を開けますから。祭壇部屋の方に、外に通じている裏口がある。君たちは、そこから行くといい。うん。うん、わかったわ。ユリア注意も、どうか気をつけてください。いや、面白いですね。しっかりシナリオ進んでますね。はぁ、あ、なんか巡回を避けてるうちにこんなところまで来ちゃったわね。もうこっちの方には兵士はいないみたいだけど。うん、人の気配はないね。そろそろ夜間のパトロールも終わりみたいだ。少し休んでからホテルに戻ろうか。オッケー。オッケー。うぁ、いろいろありすぎてなんか頭がパニック状態かも。確かに、まさか大聖堂で待っていたのが
ユリア注意だとは思わなかったな。あ、そういえば、結局、ヨシアの心当たりはユリアさんじゃなかったのよね。ひょっとして、前に会ったことのある人とか？それは。あ、ごめん。今のなし。ルール違反、ルール違反。エステル。ヨシアが話す気になるまで、出会う前のことは聞かない。気をつけてはいるんだけど、ついつい忘れちゃうのよね。エステル。僕は、君と旅をしてきて、少しは強くなれたと思うんだ。え？同じ空の下で生きている、様々な人々の、様々な人生、響き合う、人の思いと思い、そんなものに触れることで、なくしたものを取り戻せる、そんな気がしていたんだ。ヨシア？多分、それは錯覚なんだ。だけど、それでも僕は、君と一緒にいられることを、感謝したいと思っている。この空と、父さんと、何よりも、エステル。君に。ヨシア。だから、約束する。今回の事件が片付いて、父さんも無事に帰ってきたら、僕の過去。君と出会う前のことを話すよ。うん、本当？うん。この星空にかけて、約束する。よし、決めた。エステル？なんていうか、モヤモヤが吹っ飛んじゃった。私も、全部片付いたら、ヨシアに話すことがあるから。え？ああ、もしかして、例の悩みのこと？告白。そうそう、それそれ。覚悟してもらうからね。覚悟って、いつでもできてるつもりだけど、だったら今すぐにでも。ダメだってば、やっぱりそういうのってタイミングがあると思うし、シチュエーションはすごくいい感じなんだけど。もう、よくわからないけど、落ち着いて話をするためにも、明日の試合は負けられなくなったね。もちろんよ。あんな連中に邪魔されるもんですか。乙女のパワーで、特務兵どもをぶっ飛ばす。ぶっ飛ばすって。君ってやっぱり、父さんの娘だな。何よ、失礼しちゃうわね。あんな不良中年とどこが似てるっていうのよ。うん。そうだな。なんだか僕も、明日の試合、勝てそうな気がしてきたかな。いやー、終章がっつりシナリオを持ってきてますね。まったく昨日は災難だったよ。ほろ酔い気分で大使館に戻ろうとしたら、兵士たちに難癖つけられてね。テロリスト対策とやらで、夜間のパトロールが強化されていたらしいな。お前さんたちは大丈夫だったか？ええ。昨日は早く休んだので、特に問題はありませんでした。それよりも、エルナーさんからいいものを借りてきちゃったわ。エルナーからもう一つの、地下水路の鍵を借りたことを説明しました。おお、そりゃ助かるな。あの兄ちゃん、まだ若いのに随分気配りが効くようだな。そういうわけで、午前中は地下水路に降りてみましょう。もう一つの入り口は、アリーナの隣にあるそうです。晩餐会のために、最後の一頑張りと行こうか。まあ、CP を貯めろってことですね。オリジナル版ボイスがついてないんで、まあ、この辺はサクサク行ってたんだと思うんですけど。いやー、もう燃え続けたらやっぱかなりかかりますよね。プレイ時間。言っちゃいますね。じゃあこの状態で一回、武器をちょっと、鎧か。鎧をちょっと染める感じですね。まずジンの分でしょうね。で、残りのこれが2つ必要か。うん、OK、ギリですね。
ッケー、いいんじゃないですか。武器とかもないっすよ。まあ、もう買ったる状態ですね。うん、うん、よし。で、まずは、ギルドに寄って、ああ、来たね。ああ、今回シンプルですね。もう本当に魔獣退治だけで終わるんだ。おはようございます、皆さん。今日はいよいよ、決勝戦ですね。昨日お話しした地下水路には行ってみましたか？ないっすね。あそこなら、今のあなたたちが腕を磨くにはもってこいの場所だと思いますよ。あれ、いないっすね。見えならいいっすけど。じゃあ、場所まで行ってセーブするか。風石が二人いるだけ。いや、きっちり会話変わってんな、やっぱり。いやー、こうゆっくり、もうし、あれっすね、この会話シナリオっていうか、シナリオとは別にこの会話を書いてる人がすごいっすよ。どんだけ書いてんだよっていう。すん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 、うん、ここでしょ。あ、オッケー。ここでちょっとセーブいっぱいしときましょうか。どれになんだ。いや、まあこれでもいいけど、まあいっか。こうやって時間的にはちょうどいいぐらいですか。決勝やり始めたらすげえ時間かかりそうだな。1時間ぐらいかかるかもしれない。広いな。なるほど、今回こいつは普通に、ね、僕の番だね。前回のマジがもう普通にモブとしてる。はっ。僕の番だね。そこ。行くぞ、しようか。行くよ。行くぞ。せい。これぞ。勝利の美酒。勝利の美酒。いや、ちょっと広いなぁ。いや、広いなぁ。思いきれねえよ。行くよ。しかもやばそうなの出てきてんじゃん。いやぁ、じゃねえ、畳んでんじゃねえかな。違うな。自爆するタイプ。自爆するタイプですよ。やべえ、ちょっと死んでんじゃん。即死技を食らったってこと？いやいやいや、勘弁してよ。もう。行くとしようか、逃がさん。行くとしようか、逃がさん。僕の番だね。逃がさん。四ラッシュ。行くとしようか、そこ。オン！俺の番だな。いやー、もう死ぬとは思わなかった。
か、ピアラ、オーツ、駆動、うん、いやー、その余計なことやってきやがったよ。大丈夫かな、いや、でも切れて、エイソ切れてねえから大丈夫か。ちょっと倒したいっすね、これ。オン、うん、これで一旦復活。あたしの番ね。えい、行くとしようか。逃がさん、行くぞ。あー、間違えた。何使ってんの、回復アイテム、回復アイテムか。あー、よかったよかった。まあいいよ、行くよ。そっか、麻痺だからか。私の番ね。え、自爆でしょ。あ、でしょう、ね。この調子。いや、まさか死ぬとは思わなかった。行くぞ。せい。僕の番だね。せい。はっ。私の番ね。えい。行くとしようか。そこ。俺の番だな。せい。僕の番だね。倒せます。はっ。自爆クラウド。行くとしようか。そこ。よ。行くよ。強いっすね。一回で倒せねえよ。強い。せい。任せて。おい、倒せねえのかい。行くとしようか。ねやろう。そこ。結構食らった。行くぞ。はっ。僕の番だね。ちょっと分装連に行きます。こっち倒して。はっ。まだやかって大丈夫だと思うんだけどね。僕の番だね。しときましょうか。遅い。行くとしようか。いや、最悪。じゃあ、バーツに使った。はあ。任せて。倒しちゃいます。はっ。いやぁ、急に難易度上げてきましたね。いや、広すぎだろ。ちょっと広すぎだよ。行くよ。せい。行くぞ。はっ。任せて。
行くとしようか。いやー、くそ、即だよ、即。いやー、半分減るのきついっすよね。僕の番だね。半分だもん。せい。戦闘し。いや、覚えらんねえよ。あった。いやー、これ出てくるでしょうね。整理しとこうか。でしょうね。でしょうね。あ、よっしゃ、溜まってるから大丈夫だと思いますけどね。よしゃ使いで行きましょうかな。そっか、また前みたいにこうした状態で、うわー、僕の番だね。一気に殲滅する。これで終わりだ。強すぎっすね。よしゃとオリエも結構役に立ちますよね。中範囲でいけるから。あとの二人は反対なんで。先に進む。あれですけど。セスタス。じゃあ、セスタス、武器が出てきたな。ちょっと待って、ね、セスタスは、一般か。一般ですね。上がるんだ。来たね。ああ、じゃあもう、あれかな、最強装備ですね、多分ね。おそらくね。FC の最強装備です。ただ、全員ここにある可能性があるの。いや、ちょっと、多くねえか。いやいや、ちょっと、多いって。なんでこんなにいいんだよ。ついっ。いや、任せて。急にですよ。急にこんなにいなかったじゃんっていうぐらい出てきやがって。お、いいね。状態上がっつりかかった。俺の番だな。いや、おっさん、おっさん、もうちょい貯めた方がいいんでしょうけど。はっ、ふい。いや、そこそこ貯まってるんで。僕の番だね。中円でいきましょうか。これはどうかな？それ！あ、素晴らしい。ああ、いいですね。状態上がめちゃくちゃ役に立つ。僕の番だね。で、ヨシアはダメですよ。いやー、どうしましょうか。これ倒しちゃおっか。ついっ、はい、あ、そいつ俺の番だな。はっ、あたしの番ね。ブン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 。僕の番だね。そこ。おやすみ、子猫ちゃんたち。いや、この量だるいっすね。僕の番だね。なんでこっちはさ、いつも通り。あそこだけ異様に多かった。行くぞ。せい。あたしの番ね。あたしの番ね。はあ。僕の番だね。これはどうかな？それ！
TP が止まってる状態だと非常にやりやすいですよね。当たった後にこいつの攻撃死んだんかな、さっき。見てなかったよ。僕の番だね。遅い。行くぞ。ほーせー。これぞ勝利の美酒。よし。さあ、引き続き探索。終わったんで、次はどう行きましょうか。あれ？どっから来たんでしたっけ？いや、もう、わかんなくなってきましたね。いや、こんなとこ行ってないっすね。あれか、マジ。行ったわ、あんなとこ。ああ、ここ通れねえよ。ってことは、なんかレバーがあったとこに行くのか、まず。レバーを探さないとっすね。A の時にレバー見えてました。ここからいけるかな？あ、これ魔獣だわ。来たね。シアのないの、あ、あるか。あるから大丈夫っすね。セーブして。トゥーン。行くよ。で、ヨシア殴りでいいっす。はっ。僕の番だね。一気に倒れなかったら、まあ、アリビエとか。これで終わりだ。そこそこ当たりそうっすけど。まあ。俺の番だな。まずこいつを倒すか。せい。はい。冷凍ブレス、氷か。だぶね。私の番ね。いやーもう使わなくていい気がする。はぁー。行くとしようか。足りないっすね、このヒットベントとか。これはどうかな。それよし、いった。オッケー。酔いしれたね。うん、32。いいっすね。当然の結果だね。どっかの塔に30、レベル35のやつがいたんで、グレンの塔かな。まあ、おそらくそれぐらいは上がる想定なんでしょうけど。これでいけるやんな。でもこれってあれですかね。Pと繋がってる感じなんですか。A と繋がってるだけだと行く必要ないんですけど。見てみようか。ああ、開いてるわ。やっぱここ A だわ。なるほどね。A と繋がっていますと。さらに A に行く必要ないですけど。こう来て。そこ！そこ！僕の番だね。はっ！行くぞ！せい！ああ、掴んじゃねえ。行くとしようか、そこ！僕の番だね。せい。うん。トゥン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 ト
よし。いや、広いね。来た道覚えないといけねえんだよ。どうしたっけな、こう上行ってないんでしたっけね。僕の番だね。つい。俺の番だな。僕の番だね。そこ。僕の番だね。俺の番だな。せい。オッケー。やれやれ、手こずらせて。まあ、あとはあれですね。敵が出てくる。箱が、まあ、三つある可能性はある。一個はもう見えてたんで、一個はあるんですけど。はい、いや、下なんだ。くそ。俺の番だな。はっ行くよ。確かレベルは SC に多分引き継がれるとかだった気がするんで、レベル上げといて損はないんだ。はぁー、安かっとるやん。行くとしようか。ハイパートリガー中、あ、これ回復だ。へぇ、こんなのあるんですか。これはどうかな。それよよよよよよ、エステルは主人公なんで、切ってあげていきたいです。まあ、よしあるんですけど。行くよ。きついな、大丈夫だ。よし。うわと EP 回復するのもありがたいシステムです。よし。上なんだ。あったあったよ。よっしゃ、サクッときました。僕の番だね。僕の番だね。一気に殲滅する。これで終わりだ。あら、うま。がっていたから落としましたね。うん、もう大丈夫だ。すごいな。崩壊、来た。オリビエだ。あ、ちょ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 。あ、来たね。共和国ベルネシア製。共和国なんだ。オリビエ帝国出身だからそっち。やつを来なと思ったんですけど。いやー、取られるとめんどくさいっすね。行くよ。うぅ、せい。俺の番だな。
ほぉー、スカッとるやん、もう。私の番ね。ふざけんなよ。はぁー。いやー、話しといてもよかったっすね、ほんと。僕の番だね。これはどうかな？それ！もうオリビエ対象がいいの。僕の番だね。行くよ。せい。戦闘。あれどっちしたっけ、チームカスタムあれ来た道だなこれ、ちょっと待って、あれよく分かんなくなってきた、こっちに宝があったんですよね確か。上向かってますもんね。僕の番だね。はっ、俺の番だな。寝る時間なんで、おけが入ってる。ほぉー、僕の番だね。30歩は引けないっすね、なかなか。これはどうかな、それ。疲れまくっとるやん。私の番ね。はいや、早いな。早いよ、それは。俺は早いわ。行くよ。行くぞ、せい。やれやれ、てこ。毎回回復しなきゃいけない、めんどくせえな。行き止まりっすな。よいしょ。よいしょ。僕の番だね。せい。俺の番だな。はっ。任せて。倒せねえのかい。僕の番だね。これはどうかな。それ。僕の番だね。この辺から全然覚えてねえな。そこ！俺の番だな。せい！僕の番だね。せい！はっ！僕の番だね。これはどうかな？それ！
任せて。はっ。攻撃回数多くねえか。俺の番だな。やれやれ、てこ。宝、切った。切ったね。これはヨシア、もしくは、エステルでしょうね。俺の番だな。じゃあ来てないってことです。はっ。僕の番だね。チッ。僕の番だね。一気に殲滅する。はっ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 。これで終わりだ。戦闘終了。さあ急そう。あれ闘魂ハチマキ、いやまた想定してないので嫌がった。いやーこれ火力上げるやつでしたっけ。うーんですよね、防御下がるんだ。なるほど、だからこっちにしそう。まあこれでもいいですけどね。CP 増加率 10% ですね。はい。いやー、エステルとかの武器だと思った。いるね。ワンサがいるね。僕の番だね。はっ。いやー即死きた。いやーあれがマジでうぜえ。いやあれうざすぎだろう。行くぞ。一体どうすか。せい。いやーどうせねえしこ。僕の番だね。逃がさん。即死攻撃持ってんだよこいつ。いや。僕の番だね。うわ。なんで、これで回避しよう。行くぞ。まあ。ほー。おん。漏れなく CP がなくなるのが鬱陶しいっすよね。CP をために行くとしようか。この僕の華麗な活躍。いやー、スカンじゃねえ。行くとしようか。使っちゃいますか。これはどうかな。それ。ADF が下がる。よし。俺の番だな。せい。任せて。はっ。あ、俺ね、やっぱり。微妙に残んのやめてほしいですね。確かに攻撃回数多いのに、これ。いやー、また来たよ。ばっかじゃねえの。くそ。あんなんばっかじゃねえかよ。行くぞ。いやー、エステルはボクシー食らってばっかっすね。ほー。せい。僕の番だね。逃がさん。まあ、いや、即死か400。即死じゃなければ。俺の番だな。はっ。これぞ、勝負。
僕の番だね。全然先生っぽいよね。ついこっち見てるもんあいつら。えい。たんね。僕の番だね。たまんねってそんなんじゃ。これはどうかな。それ。はい。よし。俺の番だな。さあ溜まってますね。届かねえ。ほーせじゃあ溜まってる。僕の番だね。大丈夫っすね。だから絶対できるか。遅い。何体いいんだよここ。ちょっと抜けねえ、ここ多すぎだよ。いやー、来ちゃった、来ちゃった、ボーンじゃねえ。ボーンじゃねえよ。僕の番だね。まず一体倒したい。はっ。私の番ね。はっ。行くとしようか。はあ。は。最終的に A の方で行くよ。あれですね。PP 貯めて決勝戦やるのがいいかもしれないですね。こっちこいつがいるんで。俺の番だな。こいつがいるんで、はめらんないっすね、こんなの。全員そっち回避のあれっすね、アクセサリー持ってないと無理っすね。そっち系を、させたのいいのかもしんねえけどね、ちょっとわかんないっすよね、ボス。まあ、ボスが、こういうタイプなのか。いいですよね。で、ぐるって回る感じか、多分。こっちは来たことあるんじゃないですか。来たことあるとこが出たか。あれじゃあこれで全部か。あ、これ全部っぽいですね。あ、じゃあヨシアとイステの装備なんてなかったか。そもそもなかったっす。ちょっと配信は見返しますけど、あ、ねえならいいな。これで依頼達成ね。お疲れ様です。無事に目的を達成できたみたいですね。何か依頼を。おはようございます。昨日あそこならじゃあ TP 貯めるか。貯めましょうか。貯めて終わります。行くよ。はっ。僕の番だね。逃がさん。俺の番だな。とりあえず100あればいいっすね。全員。あたしの番ね。多分技使えばそこまで苦労しないと思うんですよね。行くよ。はっ。俺の番だな。だからラスボスじゃないと思う。せい。僕の番だね。そこ。その後ろに行くっていう流れになった。任
どこで出てくるかっすね。行くよ。はっ。CP。行くぞ。ボスがどっかで出てくるんだろうが、CP を貯める場面があるとは。僕の番だね。逃がさん。あ、どうしたか。この僕の華麗なか。そんな気合い入れて倒さなくていい。俺の番だな。せい。あたしの番ね。とりあえずエステルは溜まった。行くよ。はっ。まあもうあと番です、ね。行くとしようか。逃がさん。やべ、バット。あ、帰るか。行くよ。せい。俺の番だな。はっ。私の番ね。はっ。僕の番だね。逃がさん。かっこいい回帰しよう。ごめん。いつも別の火力弱いんで。僕の番だね。マジで TP 稼ぎようっすね。せい。行くぞ。勝手に回復もするし。せい。あたしの番ね。えい。行くとしようか。そこ。行くよ。行くぞ。せい。あ、石食らっちゃった。行くよ。はっ。僕の番だね。倒しちゃうね。倒しちゃうね。あたしの番ね。えい。行くとしようか。そこ。行くぞ。はっ。僕の番だね。はっ。ああ、待機よかった。くそ。戦闘終了。まあ、次溜まるか。さすがに。さすがに次溜まるね。そこ。行くよ。はっ。俺の番だな。ああ、マジだ。くっそ。あたしの番だ。ああ、いや、溜まったわ。溜まった。よし。行くとしようか。逃がさん。行くぞ。はっ。行くよ。はっ。僕の番だね。逃がさん。おやすみ。おやすみ、子ネグちゃんたち。よし、オッケー。じゃあ、次回決勝戦からですね。決勝戦と、城の中の一件ですね。まあ、その二つが大ベッドになっています。んで、まあ、よろしくお願いします。まあ、明日終わるかもしれないですね。明日終わるかもしれないです。終わんないかもしれないですけど。よし。では次回もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。バイバイ。